あ、危ない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 。どうしたんですか？間に合わないかと思った。今日ね。よかったよ、間に合って。はい、無事にスタートできましたね、西ラジ生放送。できましたね。よかったね、間に合ってね。はい。もうこんなドキドキするの嫌ね。そうね。なんかね。できれば余裕を持って臨みたいですよね。ね。生放送って。今までにもさ、あの場所的には都内なんでね、うん、まあ、場所を言うと、あの今ついさっきまで、あの古谷香織さんと二人で、はい、私西健二とお二人で、はい、あの東京国際フォーラムホール A ってところにいたんですけど、そうなんですよね。あのしょっちゅう行ってるよね。そうですね、コンサートとかでね。あそこで今まで見たライブって言ったら、この間アースウィンデンドファイヤー、はい、デビッド・フォスター&フレンズも見たんでね、はい、あと牧原紀之さんもそうだったっけ。あ、そうだったと思います。あとさだまさしさんも見たり、はい、結構いろんなライブ見てるよね。そうですね。でもやっぱりさだまさしさんの時はやめようね。何がドキドキしても本当に集中できないっていうか、あ、本番前に見に行くのやめようね。ちょっとは、ね、スケジュール的にね、ライブはほら、あの何があるか分かんないですから。山下達郎さんとさだまさしは避けた方がいいと思うね。長いから。基本ライブが長いっていうので、まあ、有名というか、ね、お二人ですね。まあスインデンドファイヤーの短かったことね。あ、そうですね、あっさりして。仮面ライダーショーかと思うぐらい短かったですよね。そんなことはない。そんなことはないと思うよ。あれ1時間ぐらいじゃなかった？いやいやいや、1時間半ぐらい？そんなやった？半くらいはやったっけ？たんじゃない？なんかそう思うと本当にさ、日本人のアーティストっていうのはサービス精神旺盛というかね。そうですね。たっぷり楽しんでもらおうっていう、そういう気持ちなんですよ ね、きっとね。さだまさしさんのコンサートが長いっていうのは皆さんも、はい、結構ご存知かもしれませんけど、はい、今回はね、さだ祭りっていうやつやってて、そうタイトルがさだ祭り、同じ場所で2回こう2日間公演するんですよね、はい、今回は初の試みで、はい、毎年あのさだまさしさんのツアーはどっかしら見に行くんですけど、そうですね、だいたい、まあ、どこでも喋って、ね、歌って喋、はい、って喋って喋って喋、はい、って歌って歌って歌って喋って喋ってみたいな。そうです ね、そんな内容なんですけど、うん、今回は2日間に分けて、はい、初日は喋りばっかりだよ、うん、歌わないよっていう宣言でね、はい、で逆に2日目は歌ばっかりだよ、喋んないよっていう。珍しいですよね、そういう形ではっきりと内容を変えたライブを2日続けてやるっていうのは。あのさ、それで両方ともチケットが即日完売っていうのがすごいよね。すごいですね。普通だって他の歌手がさ、うん、じゃあ例えばそうですね、小田和正さんがね、はい、あのこの日は僕は喋りだけですって言われたら、うんうん、買う？まあ、他のアーティストさんの場合やっぱり歌聞きたいですよね。歌は歌いませんって言われて、歌わないのかってちょっと思いますよね。って思うよね、うん、でむしろトークで超満員になるっていうのが意味わかんないわよ ね、 なんかね。そうですね、歌わないって言ってそれはそれでさださんショックじゃないのかしら。どうなんでしょうね。で、まあ、あのそういう割にはあの今回俺さだまさしさんのコンサートってたくさん見てるけど、はい、ものすごいもう今までに本当に数えきれないぐらい、見てきたんだけど、うん、初めてさださんがあの終わる時にね、あの僕が思ってるより40分遅かったですって、うん、要するに結果的に40分押しになったと。押しましたっていう、その押した原因が歌いすぎた。言ってた、歌いすぎたって。初めてのことよね。歌いすぎたって言ってもね。曲数にしたら普通のライブに比べれば半分ぐらいの感じでしょ。8曲ぐらいだったんだっけ。そうね、8曲ぐらいはやったかな、ね、でもまあ他の、九州でもう2本やってるのが6曲とか。
だったっていうから、本当にじゃあその会場によっても、その時によって、だからやっぱりほらトークネタの流れがあるから喋りの流れで、今日もほら喋り途中でリクエストがあって変えちゃったりしたじゃない、あそれ聞くみたいなことになって、うん、はいはいはい、じゃあそっちしようかっつって、その喋りの流れで次の曲が多分変わったと思うのよまた、うん、もう本当じゃあトークメインなんですね本当にね、うん、そうそう1日目は ね、それでそのトークの流れで次に歌う曲が変わるから、うん、照明さんも何色出したらいいか、あ言ってましたよ ね、うん、曲があの演奏され始めるまでわからないっていうね、イントロドンみたいなもんってね。で、まあそれぐらいあの喋り中心でね、はい、やったんですけど、なんか偉いもんで、なんか普通さ、うん、曲が始まるとあああの曲かっていう感じで、うん、ね盛り上がるんだけど、なんか今回はそのトークネタメインだよって最初から言ってることもあってか、うん、最初にさださんがトークに一言入ろうとすると、うん、わーって拍手が起こるっていう、そうですねもう落語だよね、ああなるとね、落語とかなんかコントネタみたいだよね、ねえ、ああのネタねみたいな、うん、そんなあので、まあ、トークやっぱり多かったですよね。そうですね、長いしね、一回一回のトークが、あ長めの大きいネタが3本ぐらいあってね、うん、あれで喋りだけであんだけこんだけの時間人を引きつけるんだからすごいですよ ね、だってトークだけの CD が出てるっていうこと自体ですごい、まあ、ね聞いたことある話あったし ね、 そうだよね、ああの CD で聞いたやつだみたいな、そう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 、曲扱いですよね、もうなんか感覚的に ね、でもこれ毎回会場ごとに違うみたいだから、うん、これも楽しいですよね、ねえ本当ですね、楽しみだけど、やっぱり今日もさ、だからアンコールの最後で、はい、あのもう一回出てきて、うん、それでまあ今日はトークのコンサートなんでって言った時に、うん、時間的にも結構やばい時間だったじゃん。そうですね、おい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 、ここでもう一ネタ行かれたら間に合わねえぞって感じだったよね一ネタ一曲とは違いますからね、一曲だったらね 3,4 分で終わるんだけどさ、うん、一ネタってなると、一ネタやったら途中でね調子に乗ると10分20分に、うん、あっという間になっちゃうもんね。いやドキドキしたもうアンコールで ね結局ね最後一曲歌って終わったんだけど、そうですね、ここでもう一ネタ始めたら、ね、あもうアウトだと思って、ちょっと最後はドキドキでしたねドキドキだよね、うん、まあ、こんなドキドキが皆さんに伝わるかどうか皆さんにとってはね普通に火曜24時になってスタートしてるから、ね、きっとそんなに伝わってないと思うけど、伝わってないでしょうけど、あの本当に今バタバタさっきまでいたんです、さっきまで国際フォーラムだったんです。そうでしたね。それで今、うん、FM 相模でこうやって生放送していると、はい、実にスリリングな展開で ね明日もまたあるんでね、そうだから2日間、ね、明日は歌バージョン、明日すごいすごいね、メンバーが、ね、豪華なメンバーで、はい、楽しみよ ね、 楽しみですね、歌の方もね、喋らないっていうのもまたね、どのくらい、ね、どんだけ喋らないのか、信憑性があるかどうかっていう ねそんなところも、そんな中で今回はラジオをお送りしますけれども、はい、先週ね替え歌合戦グランプリを、はい、上半期のグランプリとかを発表しますよって言って、はい、それをメインにこうずっとやってきたんですけれども、そうですよ、もう肝心のグランプリとか準グランプリ発表しできないまんまで終わるっていうありえないよね、おかしな話ですよね。これもなんかちょっと時間が押すとかできればね収まったけれどもラジオは押すわけにいかないもんね。そうよね、ね、まあですからちょっと、はい、一周引っ張らせていただいて、はい、そちらの発表は今週ね、また、はい、後ほどギリギリに、そうですね、ちょっと待って、なんでなんで、今日は余裕持っていきましょうよ学習しようよね、そうですよ、ちょっとぐらい学習しようよね、そう、ドア頭に発表してもいいくらいのこう引きずり具合でしたよ、引っ張りすぎだもん、一瞬引っ張るなんて、そこはやっぱりこうちょっと後半に、あそうなんだ、後半に持ってってこうまだここから引っ張るんですね。まあいいんじゃん、7月中に発表できればいいんじゃん、最低でも、だって肝心な 1,2,3 位が発表されてないんですよ。そうなのよ、ね、ちなみに古谷香織賞も発表させてもらえなかったし、してないのか、してないですよ。じゃああれだね、レコード大賞で言えば、うん、
最優秀新人賞の候補の皆さんをご紹介しますぐらいで、うん、あじゃ あちょっと時間がなくなったんで終わったらまた来週みたいな、そうですよ、感じだね。来週年が明けたら、レコード大賞の大賞の方を発表しようと思いますみたいな。ありえないよね。ありえないけど別にそれがありえるのが西ラジの良いところよ。あ、そうなんだ。FM 相模 83.9 メガヘルツミッドナイトプレミア、火曜の深夜お送りするのは私西健二と古谷香織がお送りいたします。投稿バラエティの西ラジ。最近なんで一緒にやってくれないんですかリバーブ乗っかって文句言わないでおかしいから。いやだってなんかフレームをリバーブに乗っけないで。今までいつもこう息を目と目を合わせて息を合わせて西ラジって言ってたのに最近言ってくれないんですよ。あ、なんか年末で発表、年末でいいじゃん。うそ中にいたりとかして半年引き伸ばすことはないと思うよ。ことはない ね今日はねちょっと反省してるんで、うん、すごく反省してるし、それにさださんが今日ね、うん、やっぱりトークが難しいって言ってたよね。難しいですよ。トークだけ、明日の音楽だけのプログラムはもうほら全部曲で組んであるから、うん、この時間にぴったりにできるんだけど、トークとアコースティックのあれで組み合わせをするともうやっぱり時間がどうしても伸びてしまう。そうですね。結局40分以上も押してしまったっていうその難しさっていうね、うん、切々とこう あれだけのプロの人でも、うん、まあ、あまり前半どう見ても時間気にしてなかったよ、ね、なんか歌いたい曲歌いたい放題伸び伸びやられてましたよ ね、 あれ明らかにギターを置いて次のトークに入るところギター離さなかったりなんかもう一曲歌ったりなんかしてたじゃないですか。なんかそんな気はしてたのね、うん、なんかしゃべりをみんなから期待されると歌いたくなるっていう。あ、すごいわかるんですよ。あ、そう。そう。だから俺もタイムラインとかでなんか早く発表とか書かれると、うん、もう絶対発表してやらない。あ、そう。じゃあ皆さんせかさないようにお願いします感じにこうなるんだよ。なんそうなんだ。そういう空気がリスナーさんとのこのやり取りの生のやり取りが楽しい知らせでございます。はい、一つ皆様よろしくお願いします。はい、よろしくお願いしますさあ、その他にもね今日も替え歌ありますよ。そうです。今週はねだからね、2つ替え歌があって、うん、1つが、お部屋探しますと、はい、これ、聞いたら東京ローカルみたいですね。らしいですね。ね、うん、あなたのわがままに答えます、お部屋探しますと、うん、ね、奥花子さんが歌ってて、そうそう、マスト君がね可愛いのに、あ、みんな知らないんだね。キャラクター出てきますよ ね。ほら、はいってこうマスト君に振るんだよね、うん、奥花子さん。掛け合いが。そうするとマスト君が急に振られて言えなくて、うん、新しいじゃんねって言ってるとあなたの若者のところで歌っちゃう、ね、よく見てますね。で歌っちゃうとマスト君がってそういうよくできた CM がある、はい、ぜひ皆さん見たことがないという方は、はい、YouTube なんかで見て、そうですね、簡単に検索はできるかと思います、ね、こちらの替え歌も、まず募集しております。はい、お部屋探しますとね、ちょっと長めですよね。長いんですよ。そして何を勘違いしたのか、もう一曲替え歌がございまして、はい、これが作詞さんで使った、これが私の生きる道、はい、パパパパパピーのね、パフィーですね。パパパパパフィーのこれが私の生きる道、はい、ね、の頭ドアタマ部分ね、はい、近頃私たちはいい感じってやつね、はい、そうこれを書いていただく。これ長いじゃんやっぱ。長い、両方長いね。両方長くない？どういう選曲？どっちかやめる？ちょっと、いや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 。どっちかにする？じゃあ発表をやめる？番組を休む？は？意味わかんない。ちょっとだけ寝てみる？何が？西さん寝てないからって。いらんこと言わんでええねん。いらんこと言わんでええねん。やめてくださいよ。ニュースと配信になるまでそれ言ったらあかんの。何が？今日ね朝6時に起きちゃったんですって。本番中に言うな。
おばちに言うな。24時から生放送だっていう人が朝6時に起きちゃったっていうからさ。さあそんな替え歌を2つ募集するとともに、はい、イラットハウスなんです今週はね。そうです、イラブさんが担当しておりますイラットハウス、うん、こちら結構いい感じで面白いネタがいくつか届いてますけどね、はい、あの今週はここをメインにご紹介します。メインなんだイラットハウスが思っております。それからツボコレクション、はい、これもなかなかあの最近皆さんあのノリがつかめてきたように、はい、面白いものをね、はい、送ってきております。それと逆にあの 割と困ってるのが香りを落とせ自由な感じのねコーナーになってました。もう完全にあの分かりましたよね、うん、この人はまっすぐ、うん、あそうね、本気、もうストレート、ドストレート、そうドストレート、本気で香りを送ろうとしてる、もしくはもしくはそれを捨てて捨てて笑いを取りに来てくれている、はい、下ネタで攻める人ね、ここの攻め気合いですよね、うん、分かれてるね。これがねどうしていいのか。でもほら西さん西ザブ狙いでっていうのもあるからね。そうね、そうね、だけどあのほらみんなやっぱりそのさ、うん、あのこのカオリンを落とせであの下ネタに走ってる人たちはさ、うん、それなりに身を削ってくれてるわけじゃん。そうなんですよね、カオリンから嫌われるっていうリスクを背負った状態でそんな人たちにやっぱりねあの西座部を与えて勇気を渡したいなって思う今日この頃なんです。そうなんだ。その他普通歌なんかも、はいはい、タップ募集しておりますので、はい、ぜひ皆様投稿よろしくお願いします。お願いします。全てのメールの宛先は839@fmsagami.co.jp 839@fmsagami.co.jp です、はい、ファックスの方は 042-776-0839 042-776-0839 です。皆様からの投稿ガンガン、あの今週まだまだあの少ないですからね、どんどん送ってくれればどんどんご紹介していきますので、今週 のペースが早いなって思うでしょみんな。前はくんトークオープニングトークも短かったし、うん、すごく西さんのやる気が出てると思うのよ、うんうん、だから今週はね、本当に長いの替え歌合戦グランプリが1曲ですよ。で今普通の割と普通の数来てるんで、うん、これねもうあの多分無理なの。何が何がちょっと早い早い、だから諦めないで今週は曲とかあんまりかけないで、ああそうですね、どんどん行こうかなと思う。テンポよく紹介していきましょう。まあ、そういう事情があって あっての替え歌合戦グランプリ、いきなり送りしておりますのは私西健二と古谷香織がお送りいたします。投稿バラエティ、西ラジ、あれあれね、司会し司会されたさあ、今週もね2曲ございますので、はい、どんどんご紹介していこうかなと思うんです。特にねお部屋探しますとはさ、はい、あのほらみんなが知らなかったりするじゃない。そうですね、知らない方もいらっしゃるということ で、 そうなんです。だからそういう人たちのために、うん、どんどんご紹介していこうかなと思うんです。そうですね、ご紹介していったらこんな感じっていうのを掴んでもらえますね。そうなんです、多少その辺はどんどんご紹介してるうちにね、あまり飲み込みの良くない人たちでもなんそういうところがなんてこと、大丈夫ですよ西ラジリスナーの皆さんは。そんなびっくりしたかもしれないでこのぐらいのことは言うじゃないですか私はいつも。あそうそんな急にすり替えてなんてこと言うのみたいな顔しないで。いや私ほら西さんの暴言をこう突っ込んでいく突っ込んでいく、そういう役割でしょ。でも逆に言うと俺は暴言を吐かなきゃいけない係でしょそんなびっくりされたら俺が引くわ引かないでよさあそういうわけでね、はい、お部屋探しますとご紹介していこうと思うんです、はい、まずはねへのへのゴンベイさんからいただいたお部屋探しますとの替え歌です。さあどんなね替え歌をいただいているんでしょうか。これ上手よ。あれどっちだっけ、お部屋マスターこっちか。アナゴに若めにたか太鼓さんたらおサザエマスを、サザエさん関係っていうのは分かったんだけどもう一回もう一回もう一回、思ったより気高い。アナゴにワカメにタエコさんたらおサザエマスを、なるほど ねあびっくりした、キャストの名前を。これ全然歌ってなかったんだな、こんなに気が高いなんて知らなかったよ。
もう多分1年ぐらい前とかですもんね、作ってやってるのは。だよね。これカーリン歌ってなかったっけ。歌ってない女の子のキーのような気がするんだけど歌ってないよ。アロちゃん、アロちゃんもね、はい、あのマストの CM は長野では放送していないので聞いたことがなくて、ああメロディーはがわからないのですが、うん、一応替え歌作りました。ありがとうございます。ありがとうございます。坂道コロコロ転がります、おむすびコロリンです。おむすびコロ、おむすびコロリン、おむすびコロリンですよ。何にしたアレンジしてんの。もう一個あるんです。はい。あなたに花束を贈ります、100万本のバラ。あ、いいですよね。いい感じで。さすがアロちゃん、そんな感じですよね。よく曲が知らない状態でよくねえ、わかんない、ね、素晴らしいです。アロちゃんいつもありがとう。アロちゃんはほとんど毎週 MVP 候補になってるっていうね。おー、すごいですね。すごいですよね。皆さんもぜひアロちゃんを参考にしていただくといいと思いますよ。はい、ザカさんからいただきました。ありがとうございます。はい、梅雨に入りジメジメした日が続きますね。おかげですっかり出かけるのが鈍くなってますが、雨の日を楽しみたいと思います。これ大事よ ね、 ね、雨の日を楽しむっていう発想ね。今日も結構降ってましたけどね。今日一瞬降ってたよね。一瞬というか一瞬ザーって降ったじゃん。はい、強い。あの時間がさ、うん、あの時間がちょうど俺全部 の、 あの下の部屋のさ、はい、下のさ、マンションの下のさ、はい、あの何回言うの、落ち着けよ。あのさ、コインランドリー使っててさ、はいはい、全部洗い終わって、うん、乾燥が終わって、うん、3つも乾燥機回してたのよ。そんなに独占してたの。独占してたのよ。怒られない。怒られる時もある他の人に。それで全部終わって、うん、担ぎ出してさあ上がろうと思ったらザーッてうせやろなと思うでしょ。乾かしたばっかりなのに。だってその直前まで降ってなかったのよ全然、うん、あ、今日はもう洗濯日和かもと思って、うん、久しぶりにじゃあいっぱい今日はあのなんだあのたあのタオルケットとかそういうのも全部夏だこれから暑くなるからあの洗濯しようと思って、うん、いろんなもの洗濯して、だから乾燥機が結構もうパンパンに使ってて、はいはい、なぜなら大きいやつでね、うん、あのシーツみたいなやつ入れると、うん、シーツがね中のやつをくるんじゃうの。あ、はい、それ中をくるんじゃってくるまれたやつは絶対乾燥できない。あ、そっか、中でくるまれたまんまぐるぐる回ってるだけだから、うん、それを避けるためにこう3つ回してやっと全部終わって上がろうと思ったらザーッって言ってそういうことになってるんだね。そう、あ、そ、あ、そ、そ、あれ？いいですよ、無理して出さなくて。あ、不明なエラーが発生。あの余計なことしないでいいので。あなたが言うかよ。なんて言って、ザカさんタイムラインにもお越しいただいてます。はい、ありがとうございます。ザカさんもさだまさしさん好きなのよね。そうですよね、言ってましたよね。ね、ザカさんと一緒に行ったら楽しいだろうね。あ、またね、楽しめますよ。ね、うん、マストの CM ソングの替え歌。安くて居心地いいんです。ファミレスのガスト。おお。ガストね、よく、はいはいはい、あのガストとかはガストとサイゼリアか。うん、あとジョナサンも。はい。割とほらドリンクバーがあるとかみんなそうかね。あ、そうですね。なんかゆっくりしたい時とかね。勉強してる子とかが結構いるわね。あ、多いね。学校が近いところとかね。居心地は確かにいいよね。うん。結構いろんな人がほら。曲の歌詞作りに行ってるったり、 あとお笑いの人がネタ作りに使ってたり、結構あと作家さんがなんかそこで物書きしてたりとか、なんか部屋にいるよりもやっぱりねちょっと外にいた方が書きやすかったりするんだよね。環境を変えるとね、そう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 、確かに違いますね。そんな感じよね、うん、さてともう一個あるんです。ザカさんのマストの CM。 あなたのママの味なんです、富士屋飴のミルキー。うん、美味しいよね。ミルキーってさ、うん、すごい俺も味も美味しくて好きなんだけどさ、うん、なんであんなに歯につくの？そうだね、あれもうちょっとどうにかならなかったんですかね。くっつくは。あんなものどうにでもできそうじゃない？今の科学力を持ってすれば。確かに。あれで俺何回中の歯の詰め物が取れたかってミルキーと共に外されてしまったことか。噛んじゃうからじゃないの？
噛んじゃうからいけないんじゃない？噛まなくてもくっついちゃう。え、噛んじゃダメなのあれ？舐めておくんじゃないの？え、だって乳首は噛むでしょ。え、何？アセロラさんからいただきました。捨ててこ姿で歩きます、昭和時代の親父。平成の人はもう捨ててことか履かないの？最近でもまたね、平成生まれの親父っていねえか。まだ親父にはなってないね。なってないね。二十歳そこそこみたいな感じだもん ね。まあ昭和をそう象徴するような姿ですよね、確かにね、うん。自宅で夕飯食べられない働き者のお父さん。今度は一転してお父さんをちょっと持ち上げたりなんかして、うん、ね、どうかしらね。確かに夕飯も食べられないし、帰ってこないお父さんって割と多いんじゃないかしらね、今ね、忙しくてね。もう一曲あるんですけど、はい、どうしようかな、これ、あれ、あの元持ってきてないよな、まあいいや、ちょっと一応紹介するね、はい。新しい曲のタイトルはスルメ夫婦嘘だよ。あのヨスロマンティックさんの新曲が、はい、今日やっと iTunes ミュージックストアで、はい、配信が始まりまして。始まりましたか。そうなんですよ。それを当然かけるべきなんですけれども、うん、持ってきてないの。噛み締めようですね。噛み締めようっていう曲なんです、はい、スルメ夫婦じゃないよ。スルメ夫婦じゃありません。ね、仮タイトルスルメ夫婦みたいになってたんですけど、はいはい、じゃあきっと明日のねミッドナイトギフトではオンエアするでしょうね。そうね、そうね、そういうことで明日もお楽しみに。、サムソンさんからいただきました、お部屋探しますとの替え歌です。突然車が故障した、早くジャフを呼ぼう。これうまいですね、うん、差し上げますよ。ミスザムジャフは使うわよね、行楽シーズン。あ、そうですか。呼んだことあるジャフとか？ないですね。車運転しないもんな、そもそも。そんなに頻繁には ね。俺は結構そういう割とこうデンジャラスな車に乗ってることが多いから。そうですよね。しょっちゅうお世話になってます。頼りになるわよね。雪中庵さんからいただきました、はい、歩くと階段が答えます、お腹閉まりますと。今日も結構階段歩かされてますね。そうですね、2階席だったこともあって、うん、お腹閉まるかな、これで。閉まりました。俺さ、この間さ、また144キロぐらいだったんだけど、はい、なんか2キロ増えて146になったのよ。おっと、今までの最高体重。そうなの。そう、それでうわもうこれやばいわと思って、うん、それで昨日の夜測ってたら142に戻ってた。ほう、4キロ減った。すごいね。なんとかこれ130台まで持っていかないとね。頑張りましょう西さん。俺の多分俺の身長からすると、うん、標準体重が132キロぐらいなんだよ。え、ね、その辺を目指して頑張っていこうと思うんですけど。え、身長いくつある？ね、どうしようかな。もう一個、雪中庵さん。宇多田ヒカルママも歌います、夢は夜開くと。稽古の夢は夜開くってやつね。はい、懐かしいね。小洗さんからいただきました。おいらの苦手な辛いもの、鷹の爪やししとう。あ、これもうまいね。辛いの苦手だっけ、カロリーも。そうですね、あんまり辛すぎると苦手かな。普通のカレーぐらいだったら。タイムライン上で今青鬼さんがヨスロマンティックさんの噛み締めよう、ね、はい、残念ながらちっともサマーチューンじゃないんですけど。サマーチューンじゃないよね。は去年出したサマーチューンの後にゆったりしたバラードを出したいって言ってたのが、はい、ずっと俺がバタバタしててこんなに伸びちゃったっていうね。本当にこの場を借りて申し訳ないと
とっても素敵なね恋愛バラードですよ ね、うん、四島ロマンティックらしい本当ロマンチックなバラードですよね、はい、ぜひ聞いてダウンロードしてみてください。よろしくお願いします。小洗さんのもう一個、女房の親と同居中、私フグタマスオ。これ面白いな、ね、フルザブを。フルザブです。西ザブフルザブゲットですね。おめでとうございます。最近標準体重って変わった、あ、俺が勝手に変えただけ。勝手に変えているんですね。本当に本当にそう、あれ、あれ、そう言い張るのですか。うん、そう、うん、うん、なんだ。C&C さんから、はい、いただきました、お部屋探し松戸の替え歌、うん、あ、これ伝えづらいな。もう全部読みます、あの説明もめんどくさいんで。あなたの埋め方に答えます、お穴探しますと。埋めたくて穴を探してるんだそうです。隣の奥様に答えます、お部屋隔離ますと。隣の奥様とお部屋を隔離するそうです。あたいの生き方は大変よ、お付き合いしてよ。いろいろ生き方が違うそうです。流れるかのような綺麗な流れでしたね、紹介でしたね。 C&C さんのこれ説明すると、あの絶対今日間に合わなくなるんで、あ、なるほど、今度ゆっくり。テンポ、今日のテーマはテンポ、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 ポポン、テンポ、ポポポポポポン、ポポポポン、AS。 いらない、群馬の紹介記者さんからいただきました。塩かけさんの替え歌ね、はい、あなたの希望に答えます、何をお求めですか。普通やな。もう一個、うん、明日は明日の風が吹く、前向きに行きましょう。これいいじゃないですか、綺麗じゃないですか、言葉としてもいいですよね、うん、明日は明日の風が吹く、前向きに、あれこれ悩んでもしょうがない、いや、あの、いやでも明日はやってくるんだから、うん、ね、頑張って生きていきましょう。青鬼さんからいただきました、アバタもエクボに感じます、大好きになると。これあるよね、恋をした最初の頃なんかはね、はい、アバタもエクボって言いますよね。アバタもエクボだし、なんかこう何でもいい方に捉えられるというか、そうね、プラス思考なんだろうね、きっとね、うん、自分が恋に恋をしてる状態だから、はい、恋をしたかってるから、うん、その人が本当はブチャイクなのに可愛い可愛いってこう思いたがるっていうね、うん、だけどその恋の時期が終わると、うん、だんだんこう本物が見えてくるから、うん、それでも一回嫌になると、ほら女の人って特に一回嫌になると嫌になるよね。ああもう嫌ですよ ね、 ね。ああもう嫌だ。そうなっちゃうと。それあれなのにね、あれなのね、男性と女性の違い大きいんじゃないかな。ねえ、そうかもしれない。男の人って多分ほら別れた後でもそんなにさ、別れた女性の悪口って聞かなくない？あんまり聞かないかも。あんまり俺の周りでもそんなの言ってるのあんまり聞いたことないけど、うん、まあ女の子たちに聞くと元彼の悪口出るわ出るわ。すごいわよね。そうです ね、 それはやっぱり男女の違いなのかしらね。違いなんですかね。まあみんな全てがそうとはね限らないですけど。そうね、まあ人にもよるだろうけど、うん、青鬼さん西田坊さんあげたっけ俺。うん、まだ押してないかな。あ、じゃああげない。え、何それ。あげますあげます。中目黒の黒助さん、私のうっかりボケかしら、メガネ探しました。メガネをかけたままでないないって探しちゃったりね、はいはい、よく聞きますよね。へのへのゴンベイさん、あなたの心に尋ねます、神を信じますか、信じますか、お部屋探しますと、神を信じますか。
とても綺麗にまとめてきましたね、うん、横六のかっちゃんからもいただきました。はい、裸にエプロンで待ってます、早く帰ってきてね裸にエプロンで待っててくれたら早く帰るな。なんで今日はこの人が人気あるんだろう。わなんだ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 混ざった混ざった音が、誰かなんか言ってる。一緒に押した。もう一個いくね、うん、カツオの義理のお兄さん、お婿さんのマスオね、マスオさんなんか今日人気あるのよ。本当ですね。サーキットのおかみさんからいただきました。あなたの好き嫌いなくします、お口開けてトマト。あ、うまいな、さすがだなとにかく食えとそれ本当この人今日大人気、何なんだろう、またマストだからか。あーそっか、サザエのわがままに応えます、同居してるマスオ。マスオさんはでもいい位置にいるよね。カツオくんたちの理解者でもあり、カツオくんに利用されたり、あえて乗せられたり、お父さんの気を使ったり、こうなだめたり、サザエなだめたりみたいな。確かにいい人よね本当にねねえ、さっきのおかみさん今日はみんな面白いな。花柄パンティーを履かせます、お尻触りますと、同意の上での行動ですからって同意してればいいかいっていうね私がヤンママに土下座です、子供叱りましたヤンママに子供は叱った方がいいんじゃないですか。だってそれをママが、あでもね、よくあのこれが叱り方とかなんかそういうのが合わなかったりするんだよ ね、 そうなんですね、お父さんとお母さんでね。これは違うよな。以上のところなんで西田部差し上げますね、はい、という感じが、今日の替え歌 の、 あのマストの方です、はい、こんな感じというのが ね分かっていただけたのではないでしょうか。はい、あのどんどんまだまだ募集しておりますのでね、お待ちしております。CM を挟んで、はい、もう一個の替え歌の方、はい、パフィーですね、やろうかなと思ったり思わなかったり、思ってください。違うのやった方がいい？いや、とりあえず替え歌をね、替え歌どんどん紹介した方がいい。じゃあ CM の後まだまだ替え歌をお送りします。先週替え歌合戦グランプリの上半期の、優秀作品などを発表してたんですけど、ちょっと振り返ってね、あの優秀作品もね一つ紹介してないやつがあったんですよ。なのでまずここで、優秀作品が 1,2,3,4,5 かね、数えときよ、最初から 1,2,3,4,5 5つあるんで、それをまずご紹介していこうかなと思います。まずは、チャイムに歌詞をつけてもらったやつですね。それをまずご紹介しようと思います。こちらエロホン拾ったこちらが、サーキットの神さんのチャイムね、
これあの優秀賞の方たちにはそれぞれ座布団1枚、まあ、あとプラスして差し上げますので、それぞれね自己管理で西座布の方を出してください、続いてはボラギノールの替え歌でしたね、こちらは、アロちゃんの作品でした。ミニでオカマポーズ、ミニでオカマポーズ、絵が浮かびますね。素晴らしい作品だと思います。それからバファリン、これは曲がるうさぎさんの作品ですね。こんな替え歌でした。土俵に香りん、土俵に香りんというこれも絵が浮かぶととっても面白い愉快な作品でした。曲がるうさぎさんおめでとうございます。そして続いてがチェルシー、これもまたサーキットの神さんの、受賞作品ですね。ほらが衣服、男が善裸、ほらがいを吹く男が善裸という、そういう作品でございました。これも絵を想像すると非常に面白い。そして、この4つはあの先週紹介してたんですけど、もう一つ紹介してなかった優秀作品賞があったんです。こちら松山亮さんが、ゴッドファーザーのテーマでね、送ってくれた作品です。こちら赤いちぶさのマントヒヒ、赤いこのね、マントヒヒの赤いちぶさがこう目の前に迫ってくるような素晴らしい作品でございました。こちらの5つが、優秀作品賞上半期の2012年、替え歌グランプリの上半期優秀作品でございます。これのほか、このあとカオリン賞とね、それから、なんだっけ、準優勝作品が2つ、あ違う、あれだ、関東賞と技能賞が1個ずつ、それと最優秀作品賞がありますのでね、これまた後ほど紹介したいと思います。さあ、そういうわけで、そちらの発表もお楽しみにと言いつつ、替え歌もう一つございますのでね、こちらの方はパフィーのね、これが私の生きる道、こちらをご紹介していこうと思います。まずはザカさんからいただいたパフィーの替え歌。地下鉄で迷う私、嫌な感じ。地下鉄、外人たちはすごいびっくりしますよね、日本の地下鉄網には。で、時間に正確に来るのもびっくりしてますけどね。ザカさん、もう一個。ジョブスの作品 iPhone、 いい感じ。スティーブ・ジョブスの遺作となった iPhone4S ね、本当に今でも使ってますけど、実にいい作品ですね。いい仕事してますね。アイズ大好きさんからいただきました。これ、切実な感じでしょうかね。眠いの私、今日は寝落ちか。眠くなったら寝てください、体を第一に。アセロラさんからいただきました。近頃地上波では野球見ない。最近そうですね、僕もそういえばあんまりテレビで野球を見た記憶はないなね。時代の流れなんでしょうかね、そういうのもね。スーパーノノさんからいただきました。再び剥がしタッチはいい感じ。
あの感触がいい感じってことですよね。確かに地下旅もいい感じだと思います。アセロラさんからいただきました。ダメダメ私たちは友達よ、これ続くんだろうな。いやいや私たちは恋人さずっとすれ違ってるような気がしますけど、続いてもう一個ご紹介しようかな。あらあらこちらの駅で途中下車、竹口純平さん風でってあらあらこちらの駅で途中下車ですかって歌がなければ言えるけどさ、メロディーそれで歌うのは大変だね。メロディーで歌うのは無理よこれ。続いてはサムソンさんからいただきました、はい。これが私の生きる道の替え歌です。これでは話し合いが進まない、バラバラな意見や沈黙状態、会議の時これが一番つらい。うん、これは折衷庵さんからいただいたやつですね。折衷庵さんの紹介していきます。時間は私じゃない、冤罪だ結構ね、痴漢に間違われないようにずっと手を上に上げてる人とか多いんですよ。あ、よく聞きますよね。うん、僕もだいたい地下鉄の混んでる時はそうしちゃいますよね。続いては、あ、今頃三途の川ちいさんぽ、三途の川のあたりを散歩してるあたりじゃないかとね、ちいさんね、いろんな番組で見ますけど、本当残念ですよね。あと、ね、なんかさ、うん、面白いなと思ったのは、当たり前っちゃ当たり前なんだけど、うん、テレビ朝日だとちいさんぽ、うん、フジテレビで見ると北の国から、日本テレビだと太陽に吠えろ、あ、それぞれのそれぞれのチャンネルで扱ってる映像の、はいはい、やっぱり主流が違うよね。日テレビってのはずっとその太陽に吠えろの、そっか、裕次郎さんとのシーンとかを流してて、それであとなんだっけ、フジテレビではさ、ちょっと感動的だったのが、その奥さんが癌で亡くなったじゃない、前の奥さんがね、それでその後にまた若い奥さんもらったんだけど、うん、その奥さんが亡くなった直後に北の国からで、うん、自分の奥さんが癌になった、癌が再発したっていうお話の中で、そう、はい、癌が再発したんだってこういうセリフがあって、うん、そこのね、うん、もうちいさんが泣いちゃって泣いちゃって涙が出てきちゃって、なんか重なっちゃって、そう重なっちゃって言えないっていうシーンがね、それを何回も流してて、あんだけほら役者バカな人なのに、もうね本当にごめんダメだって言ってね、そうだったんですか、泣き崩れてるのスタッフが大丈夫です大丈夫ですよって言って、そこを使ってるんだね。そう、そこをねすごい使ってて、ちょっとなんかでもいろんなね番組で活躍されてたってことですよ ね、なんか泣けてきちゃうわよね。それでは続いて、小洗さんの替え歌ご紹介します。中目黒の隣は祐天寺、そうなの本当に、確かそうだった気がします。あっちの方はあんまりよく知らないんだけど、私はあまり乗らないんだけど ね、きっとそうなんですよ。祐天寺とかなんとか寺系は多いんですよね。あ、今日多いですか。作りやすいですよね、うん、やっぱりね、うん、いい感じっていうので、うん、東大寺と、あ、早速どうしようこれすげえいっぱい来てんだけど、うん、群馬の塩掛さんから、はい、これ面白いから全部一通り紹介するか、うん、はい、中野の次の駅は高円寺
ライブ見に行こうよ、東大寺。信長が撃たれたよ、本能寺。もういいか。ちょっとでもさ、ここまで揃えてくると面白いね。ね、フルサムさん、どうぞ。青鬼さんからいただきました。疲れた時に食べるといい甘味。あ、これもうまい。甘味がね、疲れた時にはいいですよね。これいいじゃないですか。あ、西座布とダブル。ダブル。もう一個。松竹新喜劇のスター甘美。藤山甘美さんね、今娘さんの藤山直美さん頑張ってらっしゃいますけど、はい、横の句のかっちゃんからいただきました。時間の私たちがいい感じ。事実ではありませんよね、ネタで。注意書きがいい感じのタッチされてもね。そうね、へのへのゴンベイさん。 ABCD の通夜とは EFG。 惜しい、日産。 ABCD の後は EFG ですって、CMC さんからいただきました。地下鉄線路渡れ、ダメですよ。梅雨時期傘立て狙おう、いい傘ね。ダメですよ。この時期山の土は掘りやすいね。ダメですよ。ダメですよしか言えないって。中目黒の黒助さんからもたくさんいただいてます。近頃隣の姉ちゃん、プチ整形。プチ整形ね、最近も。でもこれからどんどん増えるだろうね、プチ整形とかね。ね、どうなのかな。もうメイク改革に、あのメイク感覚になっていっちゃうんじゃないかしら。そういう感じかも。近頃清といえば DNA。ね、今調子どうなのかしらね、監督ね。しとしとあしし、近頃しとしと雨が嫌な感じですって。なるほど。梅雨だからね。ね、梅雨は嫌よね。近頃お腹周り、お腹周りがいい感じ。お腹周りいい感じってどうなのかしら。夏に向けてなんかね、ダイエットが成功したとかだったらね。それがいい感じっていうことなのかな。いいね。アロちゃんからいただきました。食べ過ぎ私たちは肥満児。肥満児って嫌な言葉よね。昔なんか無理やり健康有料児とか言ってたけど、あ、 そう、それもどうかと思うわよね。レバ刺し食べに行くも売り切れ。レバ刺しね、もうそうか、もう昨日までかね、6月までだったんでしたっけ。 ね、こまあこしょうがないよね。でもね、衛生が、衛生とかが第一って言えば、まあね、そうですもんね。もう一個。北島サブちゃん歌うちらし寿司。ちらし寿司、ちらし寿司といえばサブちゃん浮かぶよね。サーキットのおかみさん。女の股に力はいい感じ。これ良い感じね、あの感じの作りが勤めるっていう、女の股に力、はいはい、ということだそうです。なるほどね。地下鉄路線図、僕には分からない。難しいよね、本当にね。サーキットの神さん、もう一個。近頃
いなくなった楽しんご楽しんご。そう最近見ない。そうですかね、どうだろう、あんまりテレビ自体を見てないんだけど。そういえば見てないって言われれば見てないような気もするわね。はい、というわけでこんな感じで、今週は替え歌ね2つ、はい、パフィーのこれが私の生きる道と、とお部屋探しますと。はい、来週はさ、はい、来週もうそろそろ夏に入ってきたんで、はい、ガリガリ君やろっか。あ、ガリガリ君ですか。ガリガリ君かける3。ガリガリ君、ガリガリ君、ガリガリ君、これですね。ね、ガリガリ君でいきましょう。はい。ちょっと普通歌ご紹介しましょうかね。ゆうくんからいただきました、こんばんは。今日はユーストリームで聞いております。ありがとうございます。携帯スマホにしました。ツイッターも始めました、うん、後でお二人をフォローします。では放送頑張ってください。コーナーにもメールします。ありがとうございます。高一のゆうくん、ありがとうございます。やっぱ流行ってますね、もうあのツイッターとか ね、 ううね、どんどん皆さんやっぱスマホに変える人も多いんですね。多いですね、うん。相模月光団ゆうきのパパからいただきました。昨晩初めてユーストリームでミュージックボックスストリームを見させていただきました、はい、本当は会場に行きたかったのですが仕事で残念ということで、とても楽しかったですっていう。ありがとうございます、ね、ありがとうございます。昨日は月曜日でミュージックボックスの公開収録があって、ね、はい、でそこで、いつも収録後にはミュージックボックスストリームというユーストリームだけですけれどもね、はい、こちらの方で生配信を、はい、町田ウエストボックスからやっております。そうなんですよね。昨日はチャクラと古谷香織の収録の回だったんですけど、はい、日本撮りでした。あれですよね、チャクラが初めて一人で、そう、北脇くんがねライブでちょっと来られなかったので、そうそうそう、ソロのライブがあってね、うん、それで一人でやってたんだけど、そう、柴田さんの初一人パーソナリティ、ね、非常に貴重な、ね、はい、あの模様をお送りしました。昨日収録した模様は、今週の金曜日と来週の金曜日、ね、はい、ぜひ聞いてみてください。古谷香織さんが、1週目は、はい、毎月お送りしております、はい、今月も1週目、なんだっけ、果たして10周年なのかどうかっていうね何微妙なんですよね今ね。ミュージックボックスがね、この話しますしちゃうとややこしくなるんでね、ややこしいですけど、まあ、しませんけど、そろそろ節目のね時期を迎えるという、そうそうそう、丸9年というね、丸9年、そう、まあ、丸9年なんです。そうなんですそんな、ね、10年目に突入かなみたいな話、ね、そう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 、ちゃんとしてました。そんなお話もしておりますので、はい、よろしかったらぜひ聞いていただければと思います。ちょっと替え歌もね、また後から来たやつがあるんで、はい、いくつかご紹介しますね、はい、スーパーののさんからいただきました、お部屋探しますとの替え歌。明日のお天気わかりません、靴が立ってますと。靴でやるのかな、あの下駄で前やったり、靴でもやった、靴でもやった、うん、天気占いみたいな。アスロラさんからいただきました、あなたのモノマネは毒がある、あれもこれも全部ウニシさんのことかしらそうかしら、かしら、かしら、どうかしら。あなたの投稿を待ってます、楽しいラジオにしラジ、ありがとう、ありがとうございます。そう言っていただけると、あの皆様の投稿まだまだお待ちしておりますので、はい、へのへのゴンベイさんのやつ一個紹介しておきましょう、うん、あの人お家に招けない、お部屋晒しますか。お部屋っていうのが汚れた部屋と書いてお部屋、うん、あーなるほど ね、こんな感じで、はい、お部屋探しますとの方、これ東京ローカルの方のね、はい、関東ローカルの CM なんですけれども、簡単なので覚えていただいて送っていただければと思います。 CM の後もまだまだ続きます。
イラッとハウス。どうもこんばんは、イラブです。毎週皆さんのイラッとするようなことを送ってもらって、みんなで笑い飛ばそうというイラッとハウスの時間です。今週もたくさんのメールありがとうございます。さあ、それではどんどんご紹介していきましょう。まずは、イラブさんってそういえば下の名前なんて言うんですか？イラブたかしです。鎧衆の勇気のパパからいただきましたけど、うん、イラブさんちなみに年はいくつなんですか？年28です。若いんですね。意外と。どっからその貫禄が。こないださ、え、なんだっけ、そうだ、どっか行こうっていう番組してる？え、どっか行こう、わかんないです。あの突然、タレントの人が、はい、お休みをもらって、うん、誰かと旅に行くの。へえ、旅番組ですか？そう、自分でなんか電話してアポとか取ったりとかして、例えば誰かと誰かで2人で休みをもらって、はい、今から あなたたちはフリーです、どこへでも行ってくださいみたいな、はい、それの中でね、毎回好きで、ほらこの間もほら話したじゃん、なんだっけ、あれ誰と誰だっけな、まあ、いろんな人が旅するんですよ、はい、で今回女性3人で、うん、シェリーと、神戸蘭子さんと、はい、桑畑大原の小原雅子さんの3人になったんですよ、はい、うん、で神戸蘭子さんとかが29なんだっけ。あ、そうなんですか。そうそうそう、まだ30になってない20代最後のなんか人たちで、うん、20代の人たちで、うん、それで小原雅子さんが36歳なんですって、はい、36歳って書いてある横に、うん、アラフォーの小原雅子みたいなの書いてあって、もう36でアラフォー、36でアラフォーなのかな。もう四捨五入すると40だけどさ、四捨五入なのかな、アラフォーアラサーって。なんか感覚的にはなんかね、8、9ぐらいかなと思った。だってそう言ったらアラサーって26からになっちゃうでしょ。そうね、それ抵抗したくない、26なんか。そうね、36でアラフォーって言われると、ちょっと待ってみたいな。あとまだ的にはまだ38とかね、なんか8、9ぐらいかなって思ってた。それぐらいの感じするよね、うん、違うの。そう、36でアラフォーって書かれてて、うん、これはちょっとかわいそうじゃないかなって思ったんだけど、なんかね、ね、かわいそうな感じよね、なんかね。その鎧衆の勇気のパパから、はい、これね、あんまりイラッとじゃないん、あら。イラッとじゃない、ちょっとしたイラなのかな、なんかちょっとご紹介しますね、はい、この後いろんな人の紹介するんで、うん、あ、こういうコーナーなんだなって分かってください。初投稿だもんね。そう、どうしても訴えたくてメールしちゃいました。本日の出来事、うん、西田寺に投稿するとともに相模月光団セミマル団長の取材ツイート見ながら余裕こいて歩いていたら田んぼに落ちた。雨の降る中駅まで歩いていくが服はドロドロ、雨でびしょびしょ、電車に乗ろうと思ったらスイカがない、田んぼに落とした。片道30分の道をまた戻り田んぼへ、雨は土砂降り、辺りは真っ暗、田んぼの中でスイカ発見、でも今度は足が抜けない、辺りは真っ暗、人っ子一人いない、田んぼの真ん中で動きかけなくなり、なんとか脱出したみたいな。ちょっとでもなんか壮絶な一日というか、というかね、出来事的には結構すごいですね。そうなんですよ。だこれがエピソード1個だけだったら使えるんですけど、あのねイラッとハウスには最後にイラをつけていただくんですよね。あ、これね、いや一番最後の最後にはつけてあるんですけど、そうなんですね、あまりにも長くてちょっと紹介できなかったんで、千田高さんからいただきました。はい、
車にガソリンを入れようとしてセルフのスタンドへ。すると昨日よりも声も高くなってる。いらっ、ね、値段の変動は一喜一憂しますよね。そうですね。ミドリガメからもいただきました。カメなのに雨が苦手なミドリガメです。そうなんだ。なるほどね。バイトの結果1ヶ月待っているから今日電話かけてみたらまだ結果決まってないことに。いら、1ヶ月ずいぶんかかる。そんなに待たされることあるかな。なんだろう、そんなに緊急の募集じゃなかったのかな、アルバイト。え、じゃあいつ決まるんですか。わかんない。聞きたくないな。そうね、ね、持ってる方の身にしたら嫌よね。そうだね。ザカさんからいただきました。保留になっちゃったのか。ヤッター感の時にイラットハウスのネタが思い浮かび、イラットハウスの時にヤッター感のネタが思い浮かぶ自分にイラ。これちょっと面白い。そういう時は普通に別に来週用に送ってくれて構わない。ストックしといてください。そういう時は来週紹介しますから。そうそうそう、イラッとする必要ないんで。全然イラッとすることないですよ。ちょっとメモメモってしておいていただければ。ね、でも分かるよね、なんかこういう分かる、ね、このタイミングじゃないのにっていうね。サーキットの神さんからいただきました。開けたばかりのボックスティッシュ1枚出そうとしたら5枚ぐらい出てきて、いら。これもあるよね。これもあるね。だいたい最初出しにくいんだよ。これなんとかなんないんですかね。出てくるよね、絶対出てくる。まあでも取り方が、うまいことやれば出ない時もあるよ。本当ですか。私だいたい必ず出てくるな。なっちゃうよね、うん、なっちゃうなっちゃう、わかるわかる。アセロラさんからいただきました。はい。レジが混んでるのにもう一つのレジに入らないで商品並べてる店員、いら。これよく見るね。そうですね。一人だから、なんか結構店によってさ、うん、一人で、うん、一人でももう後ろに並んだらすぐ、あ、レジお願いしますとかっていう。そうそうそう、本当に何人かレジに並ばないと、うん、レジお願いしますって言わない人といるじゃん。なんだろうね、これぐらいの人数だったら一人で行けるっていうのっていう感じが、ね、なんか目安が本人の感覚とか、うん、その人によって違うのかな。確かにね、仕入れの朝のなんかいろんなものが入ってくる時間とかが多いからね、夜中だとね。やらないとね、そっちに追われているっていう時もあるのかもしれないけど、気がつかないのかな、うん、どうだろうな。確かに集中してるとね、うん、俺でもバイトしてた時は必ずやっぱり気になっちゃうから、ね、まあ、見ながらやってくださいねみたいなのがきっと、で、どこにいても見えるようにミラーとかで、うん、してあるから、レジの方とかは見えるっちゃ見えるんだけどね。まあ、なんか片付けてしまいたいっていうのはあるよね、うん、それはね、確かに。あるかも。アセロラさんのイラッとハウス、もう一個、なぜか靴下が片方だけない、イラ。これあるよね。ありますか。あるんです。俺も今一個だけあるんですよ。どっか行っちゃった。すっごい不思議なんだけど、うん、ないのよ一個。それ洗濯機の中もチェックして、乾燥機の中も必ずチェックして、洗濯機の下もチェックしたのに落としたりもしてないのよ。気になる、どこ行っちゃったんだろう。それで、うん、部屋に置き忘れたのかなと思って部屋に戻って探したらまたないのよ。ないんだ。未だにだから一個だけ片方の靴下、どうしようかなと思ってるんですよね。塩かけさんからいただきました。はい。低気圧で首が痛い、ひら。気候によってね、特にこの湿度が高い時、ね、梅雨の時期っていうのは腰痛めたりとかね、しますからね。
続いて、続いては横六のかっちゃんの方かな。はい。あ、地震だ、家が揺れてる、グラッドハウス違いましたね。これ関係ない。前置きですね。そう、前置き。コンビニでレジ待ちしていた時、ふと後ろのガムの棚を見ている間におばちゃんに割り込まれた。イラ。結構おばちゃんガン来るからね。あー、あるかもね。うん、確かにありますよ。会津天式さんからいただきました。涙ぐましいよ。今日は番組開始直前まで友達の長電話で投稿できなかった。いら、そして超眠い、でも最後まで頑張る。ありがとうね。そんな眠い中 ね、ありがとうございます。中目黒の黒助さんからいただきました。はい、これもわかるな。呼ばれて、人に呼ばれて、ああ、はいはいと、はいを連呼するやつ。おまけに頭にああつけるやつ。いら。ご本人はあんまり意識してないだろうけどね。ないだろうね、きっといつもの口調っていう感じなんでしょうね。感じなんだろうけどね。カチンとくるときありますよね。さあ、ここで、はい、またですね、上半期の、はい、優秀替え歌、はい、グランプリ選手権の優秀な人たち。何そのなんかたどたどしい感じ。まず、あの、せっかくカオリンがいるから、はい、カオリンのこれ、カオリ賞。はい、カオリ賞。カオリ賞は商品は、あ、どうしよう、何も考えてない。あ、特に何もあげない。フルザブ2枚。お、フルザブ2枚。あ、それ嬉しいじゃないですか。はい、ね、なかなか出ないと言われているので、なかなか出ないと評判のフルザブですから、2枚にしてみたいと思います。あ、いいじゃないですか、いいじゃないですか。受賞作品、はい、発表したいと思います。はい、セデスのこれ替え歌ね。あ、そうですね。さあ、当選者は先にこれ曲出してみようか。はい、ちょっと待って。曲違う。これはホラガイ吹く男が全裸。なんともコメントしがたい、ね。セデスの替え歌こちらです。はい、サシスとくれば次セデス。これは青鬼さんの、青鬼さんの作品です。ね、サシスとくれば次セデス。そう、ね、うまいって思ったの。あ、そう、はい、うまいと思ったそうですよ。そうですね。おめでとうございます、青鬼さん。おめでとうございます。ね、そしたら、あの、技能賞、関東賞、はい、技能賞、関東賞とかあるんですか。なんか俺先週そんなこと言ってなかったっけ。 今決め、はい、じゃあ、ね、まず技能賞かな。これね、うん、カッパエビセンの替え歌、小洗井さんの、はい、作品です。こちら、動けない、目が開かない、金縛り。おお、これが技能賞ね。はい、何でか知らないけど技能賞ということです。技能賞です。こちら2枚、西ザブ2枚、西ザブ差し上げます。おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、そしてもう一個の関東賞。関東賞、関東賞もまたこの人なんですよ。関東賞、カールね、はい、カール、こちらの曲です。俺の胸毛は激しくカール。これ歌い方もちょっと気になる。これサーキットの神さん、こうワイルドな感じで歌ったんですか、ね、俺の胸毛は激しく変わる、その感じで言ったでしょ。出てた、ね、さっきのカッパエビセンは動けない、うん、目が開かない、金縛り、はい、小洗さんの作品ね。この2つが、あの、はい、技能賞と関東賞、おめでとうございま す。サーキットの神さんはさらにまた2枚。すごい、一気にじゃないですか。すごいよね。大丈夫、やっぱりこう、あの、なるべくこう、あの、ほら、あの、偏っても良くないと思って、うん、いろんな人に行くようにこういろいろ気使ってんだけど、はい、それでもやっぱ偏るから、ね、あ、そこはやっぱりそれだけ優れた作品っていうことですよね。もうね、大先生、大先生のクラス。
こうなると来るんじゃないかと。さあ残すところあとはもうねグランプリですから、優勝者ですから、はい、最優秀作品賞、はい、発表しちゃう、発表しちゃうかと思いきや、あ出た、しない、しないんだあそう、あのもうちょっと引き伸ばすといういやらしい方法でしない、58分まで待って、ちょっとちゃんとあの収めてくださいよ、あとヒット作品なんだから来週さ、はい、ガリガリ君やるじゃないですか、ガリガリ君で、なんかもう一個コーナーやろうと思うんだけど、あ復活コーナーやりますか、そうそう、何がいいかしら、あのちょうど海開きしたでしょ、だから7月1日に ね海開きだったかな、海の夏の海のなんかありなしみたいなやつある、ありなし本線日本海やりますか、海のありなし、海のありなし、これから ね、まあ、梅雨明けして、梅雨明けしたら海水浴シーズンですもんね、ですよね、うん、だからその辺のありなしをやりたいなと思うんですけど、はい、じゃあありなし本線日本海来週復活で、テーマは海のありなしです、ね、はい、あの海水浴場とかね、うん、あと海の家の話でもいいし、うん、あと夏の海だからいろいろあるよね、花火遊びもあるし、あそれからあとなんかクラゲが出てくるとかね、あ、はいはい、あとそうね、女の子はあの盗撮被害もあるしね、あのカオリンはなんかすごいカメラがあると分かるんだよね、何が分かん、なんかえカメラ見つけるのがうまいって言ってなかったっけ、あーなんか、うん、あのステージとかでね、うん、ちょっとローアングルなところに、なんでそこにカメラがあるのかなっていうようなところにあるのはよく見つけました、それをもう捕まえて裏にそのカメラセットしたやつを引きずり込んでいや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 、いやいや明らかにほらちょっとパンチラ狙ってるのかなっていう人にはこうスタッフさんに言って、こうちょっとねって撮って、あいつやっちまいなみたいな撤去してもらうとかそのカメラを、ね、そういうのはありましたけどね、そうよね、だからそういったものを、うん、夏といえばこんなことが、はい、香里もやっぱ夏のそういうイベントって言えば、うん、あのローアングルのカメラっていうのが出てくるな、出てこないよ別にローアングルにもカメラをセットしておくのはありなしって、でもやっぱり海とかだとさ、うん、盗撮被害とかありそうですよ ね気づいてないうちに撮られたりとかっていうのもありそうだよ ね普通の結構なんかさ、そういうのをチェックしてる人なんかもいるみたいだからね、そう本当にそういう人たちに頑張って取り締まってもらわないとね、そうですね、だから女の子は女の子の悩みもあるだろうし、うん、あと年齢によってもほら結構違うかもしれないじゃん、はい、もう日焼けできない、日焼けできる年齢と日焼けしちゃいけない年齢とかあるじゃない何その年齢みんなしない方がいいでしょ、そりゃ紫外線は、いやだってみんな真っ黒になってる子とかいるじゃない、やっぱりそうだ ねやっぱりそういう人たちはやっぱりね、さすがにもう日焼けは怖いな、あそう焼いたりしたことあんの、ありますよ、あそう、うん、あのしばらくライブ活動とかをお休みしてた時に、うん、やっぱそれまで焼けなかったから、あなるほど、ね、その反動で今年の夏は焼くって言って友達と海水浴に行った時に初めて日焼け止めじゃない日焼け用のオイルを塗ったことがあるんですよ、うん、1年間だけちょっとこう焼いた時がありました、本当、うん、その時の写真とかないの、どれぐらい焼けてんの、あでも今よりかは焼けてたと思うし、だって今真っ白じゃないそうだねしばらくは水着の跡やっぱ残ってましたよ、あ本当、うん、へえ、俺前夏にどこだっけな、なんか葉山の方に行って、はい、砂浜でちょっとやっぱほら自分で運転して行ったもんだから、はい、ちょっと疲れてて、うん、砂浜で一瞬こううとうとっとしちゃったのよね、うとうとっとして目が開けようと思ったら、うん、開かないの、痛い、まぶたが焼け、目を開けようとするだけで痛い、え日焼けで痛くなっちゃうの、真っ赤になってて、それで、あそう皮膚弱そうだもんね、まぶたとかってなんか薄いから
びっくりしたわねえ、ちょっと一瞬本当に俺にしてみれば多分何十分か寝てたんだと思うけど、俺にしたら本当に一瞬カクってなったぐらいの感覚だったのに、うん、ものすごい熱くなっちゃって、もうね今は焼いた後がね大変だから焼けないですよ。大変よね、うん、若いうちですよねそんなあの皆さんの夏の海への思いをね、はい、ありなしで送っていただきたいなと思います。ありなし本線日本海、来週は復活して海のありなし、ね、はい、送っていただきたいと思います。じゃ続けてはこちらに、そんなあの盗撮カメラを見つけるのがうまい、うまくないカオリンを落とすコーナーあれこっちこっちカオリンを落とせるコーナーね、はい、皆さんであれこれと、口説き文句を考えていただいて、カオリンをなんとかこの難攻不落の33歳A カップの香りを落としてもらおうと。ちょっとだからいらない情報多くない。今週も、たくさん聞いておりますのでね、信じちゃうからさ違うんですよ皆さん、信じないでくださいね。西さんちゃんと俺にかぶせて言えばいいじゃん。33歳 A カップのって言った時にあの26歳 C カップよってかぶせてくれればあ、毎回違うこと言ってみようかイラブさんのようにああそうね、そういう手もあるわね。めんどくさくなっちゃうの。C&C さんからいただきました、はい、かおりん、仙台の七夕祭り8月6日から8日あるを、うん、招待するを。招待してくれるの行きたいわ七夕祭りね。あのカオリンを落とせじゃないじゃん、うん、なんか遊びのお誘いだったみんなあのちょっと番組のこと考えて自由すぎるわよみんな。橋本もね8月だもんね、七夕祭り、ね、あそうだね、ちょうど同じ時期なのかな。平塚は7月だよね、確かね。8月にやるとこって結構多いんだよね。多いですね。でも仙台の七夕祭りはね一度はね、やっぱり行ってみたいよね。2回ぐらい行ったけど。あ本当ですか、うん。続いてはザカさんからいただきました。カオリ殿、この死の谷を越えられるのはわずかな人のみ、この谷を越えられた暁には一緒になってくれますか。なんかちょっと 何なんでしょうこれ。ちょっといつもと違う感じです ね。でも意味は分かんない。なんかでもそうやって言われたら、あ、はいって言っちゃいそうな、なんかそうね、危機迫る感じはそういう雰囲気を持ってますね。するもんね。アセロラさんからいただきました。古谷、一人暮らしが寂しくてコウモリ飼ってるだろう。このことを大家さんにバレさせたくなかったら分かってるだろう。以上、カオリンを脅せでした。いや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 、笑ってないで。笑ってないのね。これ西澤部あげとこうね、アセロラさんに。ありがとうございます。サムソンさんからいただきました、はい、今キリンレモンを口にしてるけど、昔キリンレモンの爽やかなキャッチコピーとカオリンの持つ爽やかなイメージが実にぴったりマッチする。それはまさにレモンライブの青い風さ。なんかちょっとフレッシュな感じ。フレッシュでね、爽やかで嬉しいですね。そういうこと言っていただくとね、塩かけさんからいただきました。ずっと一緒にいたい、僕の願いはそれだけだ。ストレートきた、ね、こういうストレートね、こういうのきたよね。全く番組が盛り上がらないいいんですよいいんですよ、そういうカオリンを落とすコーナーですから、本気で落としていただいても全然、OK、西さんを喜ばせるコーナーじゃないんですからそうですよ、ね、全然構いませんよ。私を喜ばせてもらえればそうそう、カオリンが喜んで落ちてくれれば、はいね、一番ベストですから。中目黒の黒助さんからいただきました。今日は元気はつらつオロナミン C の日、7月3日そうなんだね。そうなの。僕はカオリンで元気もりもり、毎晩もっこり。こっそり西ザブ、ね。続いては
サーキットのおかみさんから。もうちょっと先に笑うのなしじゃないですか。もうそんな先に笑われたら私罰ボタン用意して。これ時間がずれてんだね。新しく来たやつを見てなかったのよ。あ、もう一通すでにあのサーキットのおかみさんの送ってくださったの。先に一通このネタが届いてて、それはもう読み終わってて、はい、で偶然もう一通後から送ってくれたやつが一番下に来てたのね、はいはい、あ、これ連続でサーキットのおかみさんかと思って見て、ちょっと初めて見て初見で見て笑っちゃったの、ね、なるほど。もう一通は見てあったんだけど、そのもうすでに最初に見たやつからいくね。はい、ねえかおりん、スパイダーマンって知ってるでしょ。実は僕もスパイダーマンなんだ。映画のスパイダーマンは手から糸を出すけど、一体僕がどこから糸を出すのか興味あるでしょ。はい、カオリンにだけ今夜見せてあげるからちゃんと見ててね。見ててねって言ってんのに。いいかな、見てなくても。もう一個あるんですよ。もう一個また送ってくれたサーキットのおかみさんのカオリンを落とせ。カオリン、お願いがあるんだ。俺のミルキー舐めてくれるか。ん、何なんかよくわかんないけどもね、サーキットのおかみさんって言われるとね、罰なんだよね。反射的に。その代わり西座部を差し上げますからね。めげずに何とか番組を盛り上げるために。はい、いつもありがとうございます。よろしくお願いします。ということで、カオリン落とせのコーナーでした。 CM を挟んでまだまだ続きます。FM 相模 83.9MHz ミッドナイトプレミア、火曜の深夜お送りするのは私西健二と古谷香織がお送りいたします。投稿バラエティ西ラジ、皆様の投稿で成り立っております番組でございます。本日もたくさんの投稿ありがとうございます。ここで、この西ラジの中で唯一のこの地元相模原町田を扱ったコーナー、リスナーのサムソンさんが毎週送ってくださっております、我が町佐賀町再発見西ペディア。今週はですね、中央区にあります淵野辺駅、 JR 横浜線ですね、こちらをご紹介したいと思います。淵野辺駅は1908年、明治41年の9月23日当時の横浜鉄道東神奈川から八王子間の開通と同時に開設された駅です。1日平均約4万人が利用するこの駅は、横浜線20の駅の中で7番目に多く、同じ中央区で快速停車駅の相模原駅よりも多くなっています。東京横浜のベッドタウンと合わせ、麻布大学や桜美林学園、日大三高の最寄り駅でしたが、2003年に青山学院大学が厚木キャンパスから移転して以降、これらの学生も多く利用し、学生の駅ともなっています。市立図書館や鹿沼公園の最寄りにもなっているこの駅は、国鉄時代に貨物類を取り扱っていたことがあり、ホームから見て北口側に残る使われなくなったヤードに当時の面影を知ることができます。またかつてここから補給省へ向けて約6キロにわたる支線が伸びていましたが、現在も隣の矢部に向かう間で施設されたレールが所々残っており、
その様子を車中からも伺うことができます。そんな土の上駅、もうおなじみの駅ですけどね、淵野辺が割と元から結構飲み屋さんとかもね多くてね、僕の知り合いの人もお店を出してたりしたんですけど、それよりもその後から栄えた小淵はすごいですよね。淵野辺、ぜひ皆さんご利用いただければと思います。さあ続いては、普通歌ご紹介しようと思ったのに普通歌来てないんだ。今回特にメールはあんまり来てないな。じゃあこっちの次のコーナー行っちゃおうかな。行っちゃってもいい、それでは次のコーナーへ行こうかと思います。続いてのコーナーはこちら、はい、皆さんのさまざまな壺を送っていただく壺コレクションのコーナーでございます。性的な壺でも、あの味の壺でもね、それからいろんな視覚聴覚味覚に関するそれぞれの壺、皆さん独自の壺を送っていただければと思います。会津大好きさんからいただきました壺コレクション、私のツボはエクボのある女の子。超簡単ですがこんな感じです。エクボね、エクボ、エクボってさずっとあるもの、あれあんまり年齢いった女性でエクボある人っていなかったりしない？あれなくなっていくもんなのかな、取ったりできるのかな、それとも謎ですけど、エクボ確かに確かにあのいいですよね。まあ人にもよると思うんですが、C&C さんからいただいておりますツボです。遊園地にあるパイレーツに乗っている時、一番上に上がった時に体が浮くのがたまりません。これも分かりますね。なんかあのこれこの感覚ってちょっとブランコとかでも味わえるよね、頑張ればね。あのふっていく感じ、なんかちょっとこうお尻が浮いて、なんかあのなんて言うんでしょう、玉のあたりがキュッてなる感じ。続いて C&C さんもう一個いただいてます、ツボ。ギター弾いてるとき、チューニングしてるときに締めすぎて弦が顔にパチーンと当たったときたまりません。何やってるギターの遊び方違うような気がするんだけど、ありがとうございます。ザカさんからいただいたツボ、暑くなったこの時期は炭酸飲料がツボです。もともとビール好きだったので、今はお酒を飲めない体になったので炭酸飲料が重宝します。夏の炭酸は本当にたまらないものがありますよね。僕も大好きです炭酸もの。続いては、どうしようかな、塩かけさん、群馬の塩かけさんからいただいたツボをご紹介します。粗挽きのそばがツボです美味しいですよね。僕もそばが大好きなんでね、塩かけさんに西座を差し上げます。粗挽きのね、またその水の美味しいところのそばってのは本当に何であんな美味しいんでしょうね。続いて中目黒の黒助さんからいただいたツボ、自分のツボはプールや海で女性が水着のヒップラインに指を入れてパチンと水着のヒップラインを整える仕草です。水から上がってくるときに水滴が落ちる水着がパチンと音が響く時が最高ですね。
これやりますよね、やっぱり女性はね、あのパチンパチンっていうのはこれは結構好きな人多いんじゃないですかね。女性はこういうの割と無意識でやってるんでしょうけれども、男性は割と見逃していないという、おしまいはサーキットの神さんからいただいたツボです。誕生日ケーキに名前を入れてもらうとき、普通に〇〇くんだとつまらないから、ラジオネームとか書いてもらうと、こちらでよろしいですかとラジオネーム入りのケーキを見せられるとちょっと恥ずかしくて、その状態がツボです確かにね、名前によってこの間なんだっけ、ツイッターのでもさ、この名前が違ったりするじゃないね、アカウント名とか、それからラジオネームとか、そういう名前ってこう気をつけないと結構恥ずかしい時ってありますよね。で、要するにオフ会みたいなのでね、みんなで会った時とかにどうしてもその名前を名乗らなきゃいけないっていうね、そういうかわいそうさはありますよね。続いて、スーパーののさんからいただいたツボです。さくらんぼの種を放物線を描いて飛ばして遠くにあるゴミ箱に入れるのがツボ。僕もゴミ箱、遠く割と離れたあのゴミ箱に物を投げて入れるのすごい好きで、こういうのやりません？あの物を投げて、それで入らなくてちょっと端に避けたら、端に落ちたりとかしたら、そばに行って拾って、そのままポンって捨てれば捨てられるんだけど、それをもう一回元の位置に持ってきて、もう一回投げるっていうのもやりません？もう何回もやるんですよね、それね。続いてはサーキットのおかみさんから言った、これはもうさっき紹介したんだ。そうだ、ちなみに7月3日本日は家の息子の14歳の誕生日だったので、ケーキにはキャメルライダー君お誕生日おめでとうと息子のラジオネームを入れてあげました。同じ7月3日生まれの人はトム・クルーズ、渡辺佑さん、北島美穂さんがいます。おめでとうございます。おめでとうございます。サイキットの坂上さんのツボもう一個。小学生がランドセルのロックをし忘れていて、前かがみになった時に中身が全て飛び出してしまう状態がツボです。僕自身も経験ありますが、先ほどうちの娘が帰ってきた瞬間、玄関でやらかしてました。懐かしい光景、これはよく見る光景だよね。おはようございますって深くお辞儀をすればするほど、これでも背中からバラ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 ね、誰でも一度はやったことあるんじゃないかなっていうような、必ず経験があるような気がします、ね、うん、私もやったことありますわ、ね、うん、ちょっと普通歌ご紹介しようかな。はい、オードリー・ヘップバーンさんは、今さっき起きまして今日は不参加残念残念残念ね、夜は寝るもんですからね。ね、眠くなったらしょうがないです。投稿いただくの本当にありがたいですけど、体を壊さないようにしてくださいね。うん、ハンドルネームクラップヤーさんからいただきました。はい、久々のカオリンさん、西さんの夫婦夫婦漫才風味で楽しく聞かせてもらってます。今週やもう後半戦ですね。楽しい時間はあっという間に過ぎますね。土曜日仕事が早く終わり、ボックスのマインドゲーム初参加してきました。僕にとって1年ぶりのボックスでした、うん、楽しかったにつきます。西さん、カオリンさんはいらしたのですかね。いらっしゃいませんよ。いなかったんですよね。今度は西さん、カオリンさんに会いに行きますね。今夜も生放送お疲れ様でした。ヨシさんの曲は来週何卒よろしくお願いします。いや、もう今日から、今日というか先ほど、え
ヨスロマンティックさんの曲はもう配信始まってますもんね、うん、今日番組でかかんないからあーそっかそっかそっかことだと思うんだけれどもそうだね、明日、うん、ミッドナイトギフトでかけますんで、はい、ぜひそちらの方もそちらで聞いてください。来週も多分かけませんからなんてこと多分かからないと思います。そうなの、うんどうしようかな、いろんなの来てんだけど、これ順番にコーナーをやろうかな。後からね追加で送ってきてくださったのが、まずでもあれか、替え歌を終わらして、うん、今日の MVP 決めなきゃね。そうですよ、じゃあまず替え歌今来てるのは、会津大好きさんからいただきました、はい、マストの CM ソングね、お送りしましょう。香りがわがままに答えます、お風呂ご飯私わがままじゃないじゃんね、ちょっとね、お風呂ご飯私。そうだ ね、ベーシックだね。あとソリロックマンさんからいただきました、ソリロックマンさんね、ソリさんね、ソリさんね、うん、お部屋探しますとの替え歌です。うん、これどこ読んだらいいんだ、多分下のやつがそうじゃないかなという文字数的に、うん、ごめんなさい分かんないや、はい、ちょっとね文字数が ね全然どれとも合わなくてごめんなさい、せっかく送ってもらったはい、ぜひ文字数を合わせて考えてみてください。じゃあ今日のちょっとパフィーの方の、うん、近頃私たちはいい感じ、うん、の MVP は、はい、青鬼さんの、はい、疲れた時に食べるといい甘味、あーこれはうまいですよ ね、これにしましょう。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。疲れた時に食べるといい甘味、もうね、ほんと疲れてる時は甘いものに限りますよねね、確かにね、常に何かしら持ってますよ私も甘いものをね、どうしようかな。じゃあ今の曲は一人、はい、っていう感じですね。もう一曲の方、マストの方ね、はい、マストはね結構長くて考えるの大変でした ね、そんな中皆さん送ってくださってありがとうございます。ありがとうございます。どうしようかな、みんなうまいの書いてんだけどな。じゃあ2つ、はい、一つはさきとの神さんの、はい、あれ曲がこれはもう決まったよね、これ終わったんだよね。そうですね、お部屋探しの方、お部屋探しますとの方、さきとの神さんのこちら、あなたの好き嫌いなくします、お口開けてトマトこれ見事よね、もう食べさせてしまうと、そう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 、つべこべ言わずにという荒技ですね。それからもう一個は小洗さんの、はい、こちら、あれもう一回、おいらの苦手な辛いもの、鷹の爪やシシトウ、辛いものシリーズ、ね、辛いものシリーズ、これは辛いよね。うん、なんか俺知らずにこれよくカプって噛んじゃってさ、あ、死にそうになったことがあった。唐辛子とかも、うん、結構いろんな具に紛れて入っていたりするのをするよね、気づかずにね、ね、噛んじゃった時はもう大変ですよね。さあ、じゃあ、MVP 決定で皆さんおめでとうございます。おめでとうございます。
じゃあカオリンを落とせがスーパーノノサカさんから来てるのでやっていいですか。あ、はい。C&C さんの大きな目よりもっと大きな素敵な香りのお目々に乾杯。これなんか例題でこんなんなかった。例題っていうかね、これはね、うん、C&C さんのツイッターのアイコンが目を使ってるやつなんで、ね、ラジオでは全く通用しない。あ、そうだったね。ネタでした。分からないもんね。はい。皆さんできればそのラジオに特化したネタを送っていただけるとラジオ番組としてはとってもありがたい。じゃイラットハウスかな。イラットハウスやっちゃおう。はい、イラットハウスもね後から結構いただきました。ね、結構来てるんでね。C&C さんからいただきました。布団を干してたら虫がついていた。イラ。せっかくね外で干して気持ちよく使おうって時に虫がついてたらちょっとショックですね。腹立つわよね。うん。あとこれはイラじゃないんだけど、サザエさんっぽいんだけどさ、はい、節電しようと思って朝ブレーカーを落としていった。帰ってきたら冷蔵庫の中冷えてない。いや。こういうことはままあるよね。なんかね、スーパーののさんからもいただいております。スマイル0円くださいと店員のおばさんに注文したら、うん、OK マークを自分のほっぺに持っていって OK と笑った顔が歪んでいた。いら。ローラの、うん、全然大丈夫、うん、分かった、オッケー。そうだね。ソリさんからいただきました、はい、ご飯に卵をかけようとして卵がポトリ。いら。なるほどね。ご飯でもそうね、卵をポロッといっちゃうことありますね。あります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 。つるって滑ってね、うん、それはショックだわ。さあ、全てのメールがこれで紹介されました、はい、というわけで、はい、来週じゃないや、あのあれだあれだ、グランプリの上半期グランプリ、はい、そうです。まだ終わってなかったじゃないですか、ね、優勝者を紹介せなきゃいけない肝心なところ、ちょっと振り返っていきましょうかね。はい、まずは優秀作品賞、チャイムの替え歌をチャイムに作詞してくれましたサーキットのおかみさんのエロン拾った、エロ本を拾った喜びにあふれている非常に快活な作品、サーキットの神さんおめでとうございます。そして優秀作品賞、次はアロちゃんからいただきました、ボラギノールの CM 替え歌、ミニでオカマポーズ、ミニでオカマポーズ、ミニでなのかね、続いてはバファリンの替え歌です。曲がるうさぎさんが送ってくださいました、土俵に香り、これどういうことなんでしょう、土俵に香りというね。私ですか。非常にキャッチーな素晴らしい作品を。ありがとうございます。続いての優秀賞は、松山亮さんが考えてくれたこちら、赤いちぶさのマントヒヒ、お尻とか真っ赤になってますかね。これインパクトありましたよね。あったよね。さあ、そして、カオリン賞が、こちら、違う、これはもう一曲です、ね、チェルシー紹介しなかったの、うん、チェルシーが、
サーキットの神さんの作品、はい、あれ入れ替わってる入れ替わってる、これが青鬼さんの、そうそう、香り賞、ね、賞です。で、チェルシーで優秀作品賞を取ったサーキットのおかみさんの作品が、というわけです、はい、ね、これで一通り優秀賞は発表しまして、さっき決まった、技能賞、はい、関東賞、技能賞がカッパエビセンの替え歌を作った小洗さん、こちらです。動けない目が開かない、金縛り、まあ、金縛りってそういうもんですよね、うん、もう一個が、カールの替え歌を作ってくれたサーキットの神さんのこちら、俺の胸毛は激しく変わる、舌が強そうですよね、巻いてる。さあ、そしていよいよ、はい、優勝を残すのみです。そうですね、ね、さあ今回の優勝者誰でしょうか。今回の上半期、2012年上半期の替え歌ね、はい、あのさっきなんかあのリスナーのみんなでこれ投票できたらいいんじゃないかっていうのもあったんですけど、はい、そうするとインターネットとかで発表するようになるじゃない。そうですね、そうするとインターネットの人にしか投票できない、ラジオの人を無視することになるんで、あ、ちょっとそれは偏っちゃうかなっていう感じですか。ラジオで今だって全部上半期のこれを全部言ってさ、うん、じゃあ今から言いますって1から34まで言うんで、番号送ってくださいっていうのも大変でしょ。そうですね、やっぱ目で見ないと選ぶのは大変だね。耳で聞くだけじゃね、なのよね、うん、それでは、いよいよ2012年上半期の最優秀作品をご紹介したいと思います、はい、カップスター、あのちゃんの作品、こちら、オカマバー、勤めたその日から、兄の年はが年子になりました。おめでとうございます。おめでとうございます。ということで最優秀作品は、はい、カップスターの、ね、はい、替え歌、オカマバー勤めたその日から兄の年男が年子になりましたという、これもインパクト、衝撃作品、うん、あった、衝撃的だったね、うん、こちらアロちゃんでした。おめでとうございます。おめでとうございます。アロちゃんにはこれ3枚だっけ、リチザブ3枚、ウィー、ね、はい、プラス3枚ですよ、うん、もう何枚なのか考えるのも怖いし聞くのも怖いんですけど、はい、プラスしておいてください、ね、しておいてください。おめでとうございます。ということで上半期は以上のような感じでね、はい、全てこれで発表できたと思うんですが、はい、もう下半期に入っておりますので、うん、早速下半期の、今週のね MVP は、パフィーのこの替え歌が、これが私の生きる道、そうそう、これが私の生きる道は小洗井さんの、おいらの苦手な辛いものを鷹の爪やしと、それはマストかな、日さん、それはあれだよ、起きてますか、混乱してます、お部屋探しますと、そうそうそう、お部屋探しますとが小洗井さんの、うん、おいらの苦手な辛いもの鷹の爪やししとうと、はい、あなたの好き、あのこれさっきとのおかみさんか、そう、あなたの好き嫌いなくします、お口開けてトマトね、それと、はい、おいらの苦手な辛いもの鷹の爪やししとうね、はい、この2つ、そうです。そしてパフィーの、これが私の生きる道の替え歌は青鬼さんが考えてくれた、こちらの、はい、疲れ食べるといい感じ、こちらが、はい、早速、一番最初の、そうですね、下半期の MVP になりましたので、皆さんね、どんどん送っていただきたいなと思います。これはまたじゃあ年末ぐらいに下半期のグランプリを決めるわけですね。ね、
下半期を決めるのかしら、それとも全体のですか、全体のなのかしらね。まあおいおい、でもここの中からまたさらに選ぶということがあるわけですよね。そうだね、下半期のやつを決めてそれから年間を決めるってなると、うん、だいぶ絞られちゃうけど。そうだね、まあ同時に決めてもいいか。うん、ちょうどね、年末は年末だから。そうね、はい、そんな感じでお送りしていこうと思います。ということで来週はいよいよもう夏本番ということで、夏らしいかなりネタになっております。はい、まず替え歌の方は、うん、ガリガリ君、はい、ガリガリ君を3回言ってもらうのね。はい、ガリガリ君、ガリガリ君が寄せてるの3回ね。はい、こちらをガリガリ君ね、送っていただきたいと思います。ちょっと今曲を開いてみます。ね、これどんなのが考えられるんだろう。3回ね。ちょっと3回やってるね。やってるね。頭。ガリガリ君、ガリガリ君、ガリガリ君。今入るところが分かんなかったけど、なんか俺がうまく入れないんだけど、きっかけがきっと入りやすいように作ってあるんですよね、西さんのね。まあちょっとよく聞けば分かると思う、うん、とまあこちらの方がね、同じ言葉を3回繰り返すのもありですし、です、うん、全く別のものでね、違う歌詞にするのもありですし、そのあとね、皆さんのセンスで一つ、はい、頑張っていただきたいと思います、はい。それから有なし温泉日本海を復活させてね、はい、あれですよ、何ですか、テーマは海の有なし、海の有なし、はい、これでお送りしたいと思いますので、はい、ぜひ送ってください。海の有なしっていうと今何を思い出しますか。やっぱりなんだろう、海、砂浜でタバコを吸うのはなしとか、ね、そうね、危ないもんね。確かにね、水着とかで肌が出てるとね。でもあと何だっけ、ビーチボール、何だっけ、向こうまで行っちゃいけない部位とかあるじゃない。浮いてますよね。そっちの向こうにわざとこうビーチボール投げちゃうやつとかいなかった。危ない危ない。俺昔さ、あそこで、うん、その部位の近辺で泳いでたらさ、うん、おばちゃんが、うん、なんか溺れてる風で、うん、なんかちょっとすごい バタバタってやってた。真顔で、うん、顔は出てんだけどなんか溺れてるっぽいの、うん、それでちょっとあなたちょっと助けて、ちょっと手をちょっと手を貸して、うん、手を貸しなさい。そんな喋れてるの、ものすごい言われ方してる、うん、なんだこのおばちゃん、助けてとかじゃないんだ、じゃないの。それでこうやって一応手を捕まえて、うん、なんか私はね、遠泳とかもやってるの、ものすごいたくさん遠距離ね、昔はね、うん、島の方まで泳いだりしたのよ、うん、話して話しなさい。捕まりたいって言ったじゃない。なんか知らんけど、なんか助けてあげたつもりだったんだけど、うん、助けてあげたつもりが、うん、そのおばさんにしたら、私は大丈夫だから、あなたの力なんか借りてないから。どうしたかったんだろう、なんなのこのおばちゃんと思って、沈めてやればよかった。足が釣りそうになったのかな、多分ね、そういう感じだ。一瞬危なかったんでしょうね。あ、そのような、はい、夏のね、さまざまな有なしを送っていただくコーナーも復活させますので、来週はちょっと夏っぽい一日にしたいと思います、ね。はい、皆様の投稿お待ちしております。ここまでのお相手は西健二と古谷香織でした。西田氏、また来週投稿お待ちしてます。おやすみなさい。久しぶりにエンディングの曲までかかった西ラジ、お付き合いありがとうございました。今週は一切曲をかけない作戦という
今日はね、だから先週全部替え歌を、はい、ああ来た、あ来た来た来たグランプリをね、優秀賞とかを全部紹介できなかったので、うん、今週紹介できないとやばいぞっていうことで、ね、今日はテンポよくやったんですけれども、逆にそんなにメール来てなくて案外ちょっと早めに終わっちゃったりなんかして、そうでした ね、難しいね、難しいわよ ね、 時間ってねっていう、今日もだからね、様子を見て、うん、メールが少ないようだったら曲をかけようかみたいなね、うん、はい、感じでいたんだけど蓋を開けてみるとその途中で俺はメールの数とかね調べられないしね。あ、そうですね、今ちょっとメールいくつかなんか見てみる。はい、さあ皆さん今日もお付き合いいただいてありがとうございます。無事にね、MVP 発表できてよかったですけれどもね、会津大好きさんもありがとうございます。アロちゃんもおめでとうございます。上半期のねグランプリね、少ないって放送中に言っちゃうとえらい目に遭ってしまう。そうなんですよね、青鬼さんもありがとうございます。曲をかけると時間が足らなくなったんだろうと予測。そう、やっぱり足らなくなったかな、ね、あ、でもメール77通だったんですよ。ああでファックスも来てたから80ぐらいですね。80ぐらいだったらね、その割にはなんかやっぱオープニングをちょっとこう短めにしたのとかが、そして曲も書けなかったのがだいぶ、うん、ね、時間を余裕が生まれたってことですね、うん、じゃあいつも姉さんのオープニングをオープニングを短くすれば、短くすると多分でも途中であんまり話しなかった、入れなかったから、あ、脱線もあんまりしなかったかもね。そうね、話の、そうだよね、80通は多いですもんね、割とね。いや80は少ないです、少ないか、うん、最近にしたら節約したね西様って節約、節約かあ、矢谷さんじゃなかったっ、あー、イラブさんなんて体重の半分ですかってそこまでサムソンさんもありがとうございます、ね、ありがとうございました、本当にたくさんのメール、まあちょっと今日だから替え歌が難しかったっていうのもあるのかな、ね、そう、私もギリギリまでね、ずっと考えてまして、思いつかない思いつかないって長いとやっぱり難しいですよね、うん、短い方がパッパって思い浮かぶじゃない。でも長い、でも結構たくさん送ってくれた人もいたから、ね、そうだからもっと少ないかなって思ったので、うん、思ってたよりかは多かったですよね、替え歌の方もね。そうね、なるべくね、結構うちの番組は、うん、割と難しい方だからね、お題とかもね。そうですかね、今日はハラハラドキドキがなく落ち着いて見られましたえ、ブレーカー落として出かけましょう。ブレーカー落とすと冷蔵庫はどうなんですか？溶けますよ。そうだよね、もう切れ、あの電源切れ、電気が切れちゃうってことだよね、うん、出かける時間とかにもよるだろうけどね。あ、緑亀さんは考えたけど思いつかなかったってね、ちょっと難しかったよね、長かったしね両方 ね、だからいつもはさ、1個作詞者の CM の方の替え歌は短めにして、うん、それで作詞者の方ね、うん、長いやつにするとか、こうバランスをね、うん、いつもは取るんだけど、今週間違って両方長くなっちゃった。本当はお部屋探しますとだと思ってたんですよ ね、 ね、そしたらあなたのわがままに答えますそこからだったんだっていう。そうなの、それがちょっとね計算間違いでしたよね。両方長いじゃんってことになって。そうそうそう。でしかもそれでね、先週発表する予定だった優秀作品たちを発表しきれてない。でしかも来週はさだまさしコンサートの後で行くから間に合うかどうかが微妙みたいな、ね。いろいろドキドキな。ね、一応昨日ね、
あのタムタムにね、うん、もしあの間に合わなそうだったらタムタムに連絡するから、タムタムここに座ってなんか曲かけといてひどいねそれもずっとサーミの風に乗ってとかをずっとかけて、山作戦さんの新作とかって言って、あ、そうね、山作業ずっとかけておくっていうの。ガリガリ君もでも結構難しいかもね。ガリガリ君、ガリガリ君、ガリガリ君、どうだろう。そうね、3つ繰り返す、うん、まあ、3つ繰り返してもいいよっていうことだけど、でも逆にじゃあなんだろうってなるよね。脱線トークも結構楽しいのであんまりカットしないでくださいね、まあ、こういうねご意見もねありますよね。 ありがとうございます。脱線トークね、そうか、冷蔵庫のバランス難しいですよね、うん、これやりすぎるとまたね紹介しきれなくなっちゃったり、これもだから時間、先週は機材トラブルとかあったり、あ、そうだそうだ、音がなんかおかしくなっちゃったりとか ね、そうだね、冷蔵庫のブレーカーは落としちゃダメなんですね。今夜発表されたなんとか賞の座布団は何枚でしたっけ。優秀作品賞は1枚ですよね。あ、そう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 、なの で松山亮さん1枚ですね、優秀作品に入ってたもんね。優秀が1枚で、うん、関東賞技能賞は2枚、はい、あ、関東賞技能賞カオリン賞はそれぞれ2枚か、そうね、西座布2枚とカオリン賞はフル座布2枚、フル座布2枚で、最優秀が MVP が西座布3枚増えた、増えたよね、これで一気に数 ね増えた人多いんじゃないの、ね、でもやっぱりこのコーナー、この替え歌ってほらやっぱ難しいコーナーだから、うーん、それじゃないところでなんかね、本当はそうですね、また違うコーナーでも何かこういうね、まあ、でもこれ今年だけの一応企画だから1年間かけてやるっていう、そういいね、これであの今日いろいろかけたでしょ、うん、でそれをあの座布団10枚単位のあれのプレゼントに、プレゼントのCD とかに、はい、使ったりしますから。 SS もだいぶ溜まってたしね、今でもね、うん、あ、そうか、今日だけで青森さん西座布フル座布3倍ずついただきました。出過ぎだよね。あ、一世さんどうもこんばんは、ありがとうございました。ありがとうございました。またきびだんごとかもいただいて、あれ、またアイコンの写真が変わってるかな、本当、あ、サブのアカウントなのかな。俺今日ね、何、眠いんですか。目が今もうしょぼしょぼしてんの。やばいね、今多分メールがバッと来ても読めないくらい、なんか目薬とかは。目薬だけ持ってないんだよね俺。あら、あ、目薬あるよ私。本当、目薬ってなんか病気移ったりしないと思う。そっか、病気持ってんだから。じゃ、持ってない持ってない持ってないわ、びっくりした、持ってないわ何その誘導尋問的な私が持ってるのはコンタクト用のやつ、あ、コンタクトが乾いた時と抗菌目薬、これはでもそうね、人のは使わない方がいいか。まあね。かわいい、唇が乾いてきたのでリップ貸してください。何それ。関節キスや。目薬は他人のを使ってはいけません。あ、はーい。はーい。中坂さんに言われたら、ね、いけないかなって感じで、ね、物知りな中坂さんに言われたらそっかって思う。いやだけど今日もうよかったよね、とにかく間に合ってよかったよね。そうです ね、あのね、今日だから最後本当にもう一トークされたらやばかったよね。うーん、よかったですよ、なんとか間に合って。
何裁判長意義ありって、誰が裁判長アイコンは鼻くそドラえもんってそうなんだ、ドラちゃんえ、松山亮さんは、うん、今夜西座部プラス1、うん、あ、59? そっか、うの、あれだね、あのゴッドファーザーのやつだね、うん、赤いちぶさのマントヒ、何宇野さん、気にしなくていい、気にしなくていいよ、はい、気にしないえ、髪切ったけど気づきました、あ、分かったは超適当でしょ今。ミドリガメもフルザブウのなりかけですって、8枚か、もうちょっとですね、あ、本当、西ザブは16枚、お、目薬はきた使ってますって、うん、だから目薬ね、あのうちの部屋にも常に1個置いてあって、うん、店にもいつも置いてあるの、店だとほらなんか空気悪くてよく、あ、そうそうそう、じゃあとバッグ用にもう1個買いましょう、バッグ用にね、うん、持ち歩き用、そうなのよね、どうしようかしらね、もう今目がぼや、あの明らかにこう目がかすんで、だってさ朝の6時から起きてるんだもんね日産ね、えなんか最近太陽と気が合うというのか、え、太陽とともに目が覚めるの、昇るのとともに、そんななんかあれ健康的なっていうか、朝からの朝人間になってんの、ね、太陽が沈んで夕方ほら6時7時になると最近沈むじゃない、うん、そのぐらいになるとこう眠くなっちゃう何なんかちょっと生活のリズムが変わったんじゃないですか、すっごい俺って基本的に夜型じゃん、そういうイメージですよ、ね、うん、だけど最近ちょっとなんだろうね、おじいちゃんになってきたのかもしれない、え早く眠くなって早く目が覚めちゃうそうで前はだから無理やり寝ないようにとか、うん、その後もう一回無理やり寝たりとかしてでこうサイクルを戻すみたいなとしてたんだけど、まあ別にそれでもいいかと思ってそういう時はそういう時もあるやろうみたいな、身を委ねているんですねその今日はでもねやばいですよね、あら、まあね、風邪をひいたりして寝てた時もあったしね、うん、そんなんでもやっぱ寝る時間って変わっちゃったりするんじゃないですか、ザカさんは今日私朝4時半起きよって、早い、それから寝てないですか、ね、じゃあ目薬を1回で使い切ってしまいますねどんだけいや、どんだけちょっとこういう時に使うんだね目がかすむのは寝不足なのが悪いと思いますって。そっか、うん、ナーベさんは最近投稿してないから座布団が増えない、そういえばねえ、西ラジ投稿がしばらくお休みって感じですかね、俺の狙いではこう最初は西座布とか座布団一生懸命集めても、うん、送られてくる商品がしょぼければだんだん減っていくんじゃないかってみんな向きになって集めないんじゃないかって思ってたんだけど皆さんでも一生懸命ね貯めようとしてください今のモノマネは OK だったそうなんだけど、 C&C さん古寒いよ大西様って今どんだけと言われるとかぜひうう、ね、イラッとハウスのコーナーへタイミングで、俺最近もう何でしょう、スギちゃんがイラッときてしまう、ね、あー言ってましたよね、スギちゃんがじゃなくてスギちゃんをやる人がワイルドでぜってやるやつがね、うん、あとあのー、今割と俺の中に来てるのは当たり前体操なんだけど
当たり前体操なん当たり前体操当たり前当たり前当たり前体操誰がやってるの知らない知らな い, 知らないあ、そうあんまりねお笑い系の番組とかって見ないんですよねあ、知ってる人は知ってるんだ当たり前体操なんかお笑いのコンビの人とかがやってたりするのコンビ名なんてったっけ誰か書いてくれるかなカウカウあーカウカウがやってるのありがとうございますスピリクジさんスピードのエリちゃんなんかがハマってた当たり前体操みんなハマってる人いるんだね外国でも人気あるみたい本当にそうあそうそう伊勢丹柄の服着た人あ伊勢丹柄YouTube とかで見てみよう、うん、なんか体操だから体操があるのそう2人で組んで体操するうーんやめろやっていうのが好きなのあ、わかんない GTO ね新しいドラマのああ。理事長は誰がやってるんですか美人すぐるのね前は誰がやってたの理事長誰が前は反町さんと松島奈々子さんだったよね、うん、あ黒木ひとみさんなんだ理事長それは美人だねラジオ体操第4がツボだよ第4とかあるのうーんあリンク貼ってくださってありがとうございますシャープ1があるんだってことはシャープ2とかもあるってこと見るたびにねだからこれの当たり前体操のいいところは見るたびに新しいネタがどんどん増えて音かけないかけないでびっくりした開いちゃったあいいよちょっと今音消してあげるから音今消したからかけていいよ歌もぜひ聴いてほしいからあと今佐田さんのその新しい CD にはレイディオ体操大事っていうのがそれも面白いけどね体操としては GT はやっぱりソリマチだよねいやギャランだろギャラン GTO あたり前田のクラッカーというのはその藤田誠さんでしたねああ貞子さんねこの時期になると出てくるあの前の貞子さんと違うんですよね今の貞子さんね去年の貞子さんは割と控えめな貞子さんだったんですけど今年の貞子さんは割とガツガツいくタイプのあたり前すぎて感動もう大丈夫まだ OK になったのはサインちょうだいはい、はい、見ました当たり前だね当たり前だったわ面白いでしょ面白いね当たり前だけどやばいねだんだんこうそういうのに疎くなってしまうわ別にこんなのに強くたって何の得もないとは思うけど
アロちゃんありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさい。あのなんかね、当たり前体操とかは、うん、ネタ的にはヒロシとかさ、ヒロシさんもどんどん増やせるじゃないですか、なんか。ああそうです ね、うん、最近のヒロシネタめっちゃおもろいもんね、新しく。スーパーののさんもおやすみなさい。あ、おやすみなさい、ありがとうございました。一回お休みした後の、うん、広瀬さん面白いわね。ねえ、なんかまた最近ね。ね。もう帰ってこないんじゃないかと思ったけど。帰ってきてくれて嬉しいわ、あの人に。それでまた明日も。高野菜ですね。さだまさしさんの高野菜。さだ祭り高野菜。ね、かおりんは今日ね、どうしても欲しいって言ってた携帯トラップ欲しいって言ってないんで、ね、買ってあげたの、大事にしてるんだね。あ、なんかあったと思う、ちょっとカバンに。今回はね、あんまりもう本もヒロシの BGM 作目のにしてました。おう、あ、サムソンさんは西ザブ33枚、フルザブ6枚。お、もう素晴らしい。なんかね、全然欲しいとか一言も言ってないんだけど、西さんが買ってくれた北海大怪獣ナマラの携帯ストラップね。ナマラ、ナマラっていう怪獣、ね、気持ち悪い、なんかナマコ、ナマコなんだって。そう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 、ナマコからの怪獣ね。そう、どうしよう、これもらってどうしようと思って。ちょっと気持ち悪いんですよ。特に可愛くもないし、こういうのなんですけど可愛くないんです。だって、まあ、とりあえずいつものねパンフレットを毎回買ってるのと、あと今回 CD とか本 もうほとんど前にもう買っちゃってたので、うん、今回買うものあんまりないなと思ってたんだけど、新しく40周年系で出てたのがタオルとか、あ、そういうグッズがね。あとなんだっけ、ストラップで言うと、うん、ナマラのストラップと、あとジャーマネストラップっていうのが2つ出てて、マネージャーさん、ターヒロストラップと、あ、なんだっけ、山下さんだっけ、有名なマネージャーさんなんだ。2人のマネージャーのストラップがすごいね。アーティストだけじゃなくってマネージャーさんまでグッズになっちゃうんだ。それだけ佐田さんがトークで話をしているっていうことですよね。そう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 、そう、これ佐田さんのグッズなんですよ、ナマラ。ね、なんでって思うでしょうけどね、なんでって。子供たちの創作ダンスだって。ん、うちの子供たちの創作ダンスも見てください。オードリー・ヘップバーンさんちの、うん、創作ダンスってやったね。なんか中学生ぐらいの時にやったわ。すごい、お家で撮影してるのかな。突然思いついたようで、兄弟で創作だ。突然。すごいね、どうしたの。めっちゃ踊ってる、めっちゃ。でもこっちだと俺映像がうまく読み込めない。本当ですか、うん、めっちゃこうやって踊ってるよ、こうやって。
なんかちょっとシュールな動き、パンツ一丁でな感じしてるけどね。かわいい。終了なんだ。ちょっと楽しいお子さん。ねえ、記録を見たら6月はフルザブ0枚だったことに気づいた。あら、本当ですか。いや、フルザブはでもそうでしょう。そういうこともありますよ。あります。難易度高いですから、1ヶ月に1枚出たらラッキーな方って思った方がいいんじゃないですか。あ、クラブパルヘジアさんもこんばんは。こんばんは。ワンダー山本さんもこんばんは。ナマラは北海大怪獣って書いてあるから北海道なんですかね。でもそこいら辺の磯でのほほんと暮らしていた赤ナマコのナマちゃんって書いてあります。そうだったんだ。北海に浮かぶ南の島。北海に浮かぶ南の島。そういうとこ逃せないんだよね、なんかね、細かい。本当細かい。ドンファント島の守り神、妖精カシューナに選ばれ、カシューナね、翼や牙を与えられ。そもそもカシューナっていうのが、妖精、ザ・ピーナッツがモスラの歌を歌ってたじゃないですか。あーはーはい。でナマラの歌はカシューナッツが歌ってるんですよ、ね、12.5cm から125m へと巨大化し、森の、あ、じゃあ島の守り神海神ナマラに変身したのであった。だってなんだっけ、鳴き声なんて言うんだっけ。鳴き声はダモネダモネって鳴くなんて。ダモネダモネって言うとね。何なんだろう。ナマラ北海道弁ですごくとてもという意味、うん、あ、そういう意味。ナマラなんとかっていうよね。そこから来ているの。ナマコのナマラ何にとでも、ね、元がナマラなのか、ナマコだからナマラ、それはかけてるんじゃないですか、うん、でもこれだけで見れたらちょっと可愛いかな。ちょっとこの写真は気持ち悪いんですけど。これだけ見たらちょっと可愛くないか。ああ、そうね。なんか見てれば、見れば見るほどなんとなくちょっと可愛く見えてきた。ナマコなんだなって思いね。よかったね。すいません、欲しくもないのに噛んでいただいて。ノーコメントってされちゃった。あそこのさ、結構グッズ売り場混むじゃん、うん、で毎回割と混んで、別の列から入ってこう、うん、で毎度のことなんだけど、毎回いつもほらパンフレットと、うん、あとそれから T シャツとそれからタオルを一つずつくださいみたいな、うん、そんな感じなんだけど、佐田さんの時のってほらクッキーがあったりとかさ、はい、美味しそうなものとかがいっぱいあったりとかして、うん、パンフレット、今回ほら前夜祭後夜祭のセット2冊パンフレットになって、この2冊セットと、それからあと、あ、このお菓子の、あ、絵はがき坂のクッキーも、それからあとタオルと、なんだっけ、クール、あ、ネック、ネック、首を冷や、ね、冷やすやつね、首冷やすネッククーラーと、あと、あとストラップ、生のストラップ。え、ちょっと何そのちょっと恥ずかしそうな言い方。ちょっと頼みづらいわね。なんで。あと、生のそんな思いで買ってくれたんですか。ちょっとちっちゃめに。あ、そう。そうすると向かい側に立ってるその、うん、売店の担当の、うん、女の子がすごく笑顔で、あ、ナマラですね。はい、ストラップこちらナマラですって言われて。
じゃあみんなにバレたんですね、あの人ナマラのストラップ買ってるって。はい、あれでも他になんかプロモーションするのかね、あの CD ってね、あの面白いなんだっけ CD、 木田真紀氏となんだっけ適当ジャパン、適当ジャパンかテイクイトールジャパン、ね、音楽番組だったらミュージックフェアとかであの普通のねアルバムはもちろんプロモーションとかできるだろうけど、衝撃のデビューって言ってるのね。なんかやんのかな。あのね、でもあの音楽やってる人には特に聞いてほしいですよね、あの完成度の高さ、完成度も高いし、あの音楽的なパロディも、うん、かなり笑える、うん、そのメロをそう、あのメロをこういじるみたいなのとか、あストリングスは生かすみたいな、いろんな、かなりレベルが高い高等技術ですよね。北の国からのあの有名なテーマだって聞いてて気持ち悪いですよ ね、 ね、えそっちそメロディーそこ行くのみたいな。北の国からじゃなくて北の方からだ、北の方からっていう曲。ね、ちょっと面白いです。面白いんですけど、あれをどうやってプロモーションするつもりなのかね。うーん、あんだけ力入れて作ってるんだから、なんか売れてほしい気もするし、みんなに聞いてほしい気もするんだけど、だからってどこでどこで出せばいいのかよくわかんないし。あ、でもこれで無事にあの上半期のね、はい、33曲すべて出揃えましたので、後半もねよろしくお願いします。皆さんよろしくお願いします。面白いやつを、ね、皆さんの投稿あっての西ラジなんでね。あ、阪神巨人さんの漫才ね、商店にやってましたね、これがね。勝谷さんがそうそうそう、今度ね認知を襲名するっていう。へえ、桂三枝さんが、うん、桂さんが気分で作っただけじゃ、いやこれ気分で作れる品物じゃないんですってね。西さんもやっぱ音楽制作するから、どれだけ大変か、どれだけ手間がかかっているかっていうのが分かるって言ってましたもんね。だからあの今まではだからそれやらなかったのは、多分自分が音楽のアーティストで、うん、今日もほら MC トークは中心だけど、うん、別に面白いこと喋る必要はないんだ、うん、自分の音楽を分かってもらう、音楽で伝えたいメッセージを、うん、プラスアルファ音楽だけで伝えきれない自分の未熟さをフォローするためにこうやって喋っちゃうんだから、別に面白い必要はないんだっていう、うん、話はしてたけど、なんかね、そうじゃない、音楽じゃない部分でも今真剣にそういう東北の人なんかも含めて笑いとかそういうものが必要なんじゃないか、ね、強いメッセージ性感じるよね、なんかね、本当に。だからなんかあの単純にそういうこと考えないで笑ってくれればいいんだろうけど、聞く人は。そうね、でもほら結局さ、あの後々聞いてみて、あの70何分の CD があるじゃない、はい、あれを最後まで聞くと結局扱ってるものってほら昭和の良き時代の、うん、そういうもののどこがいいかっていう、この頃はこういう、歌い手映画の作り手とかこういうものにこういうぬくもりがあったよねっていうような話とかを中心にこうまとめていって、うん、最後には当時のあのラジオ放送っていうのに自分は救われたんだっていうような
そんなような人が一人でもいてくれればいいなっていうような話で締めくくってるじゃない。ああこういうところにこういうコンセプトがあって、だからなんかその裏打ちされてるものがすごく熱いというかね、うーん、なんかここまで本気で今まで作った人もいないだろうし、さださんもここまで本腰を入れてやるのがどんだけ大変だったかね。オリジナルアルバム毎年作るだけでね大変じゃん。もう37枚目だっけ。そんなになってるんですっけ。すごいよね、うん、ブラック系の賞も送れ面白ければね面白いブラックは結構賞もらってますよ、いっぱい。まずね、あのみんなに分かるネタをみんなで考えてほしいな。どうしてもこうやっぱあれだね、俺もつい見逃しちゃうけど、こうラジオの人には分からないネタとかね、うーん、ついそっち寄りになっちゃうよね。なんかね、面白いことを考えてると俺もなんとなく気がつかないでそういうのをバッと紹介しちゃうけど、俺がリスナーだったらそんなネタ読まれたら多分もう聞かないし難しいわよねそういうのね。こっちがうまくフォローしてあげられればいいんだけどさ、うん、あ、緑髪おやすみなさい。明日早いのね、うん、学校でね。おやすみなさい。そっかな、ゆっくり寝てください。あ、そうだね、俺が文字見て歌ってるけど香りは聞くだけだから、うん、夢が伝わりにくいっていうのもあるよね。あ、そういう時もありますね。ね、でもそれはリスナーさんとかね、見てくださっている方と同じ感覚で、そう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 、ね、ちゃんとカオリにも分かるようにやんなきゃいけないのね、俺の方でもね。最初はね、だからあの全部コピーしてたのよ、あ、それぞれ ね、西さんと私用にって、ね、そう、2人用にコピーしてたんだけど、ちょっと紙もったいないだろう、うん、100通ぐらい来てた時は合わせて200、やっぱり200枚の紙をね、うん、裏紙使ってるとはいえちょっとね、そうそうそう、ちょっとそれはどうかなっていうのもあって、一回そういう時には片方だけで、あのね、一人分だけでやってみようって言って、それで、まあ、まあ今のところそんなに困らないかなってことでね、うん、あんまりでも意味が分かんない時とか、分かんないようになったらね、あった方が、うん、まあ、そしたらどういう意味って聞けばね、きっと、まあね、解説してもらえれば同じように聞いてて何のことだろうって思った人も、うん、そうそう、だから本来はもう一人の人も見てて、それで、分かりにくいなと思ったらこうフォローしてもらうとかね。あ、そうかそうか、そういうことがね、そういうこともあの必要で、前はあのコピーしてたんだけどね。だけどそれだとやっぱりちょっと今はね、紙をそんなに無駄遣いするのは、うん、そ、節約する方が大事じゃないかっていうことで、はい、今はそういうふうにやっております、はい、もう外では朝刊を運ぶバイクの音ですか。早いね、こんな2時、うん、このぐらいだね。そう、ね、あ、そう、2時3時だね。うーん、さあ、来週はそういうわけで、なんだっけ、ガリガリ君、ガリガリ君、ガリガリ君、そのなんか食う感じが
前何どんなのが来てたっけな。なんかあんまりこう印象に残ってないんですよね。どんな例題とか作ったんですかね、西さん。ワンダー山本さんもうすぐ仕事ですか。朝早くからの仕事なんですね。頑張ってください。来週は一つですね、替え歌はガリガリ君だけ。それで有なし、有なし温泉日本海がの海、海の海の有なしで、ね、夏の海のなんか有なしをいろいろ送っていただければと、うん、変なの来そうだおねどんなのが来るかな。アスペリックジュースさん一個思いついたんですか。ぜひ今のうちに FM 相模にメールしてくださっても大丈夫ですよ、ね、来週紹介しますので。犬って夜行性じゃないの。うちの犬は昼も夜も寝てる犬猫は夜行性って聞くけど犬はどうなんですかね。そうね、昼じゃないのかな。犬まあなんか人間と近い感覚なのかなと思ってたけど、うん、一番かけては夜、うん、ねえだんだん電池切れそうな感じですよね。眠くなる時間この時間ね。ほんとね。さあ残りも西さんもお眠い本日もはい若干早めに終了いたしますか。早いうんいいよ全然まだいける全然って言いながらほら全然大丈夫よ。片付けに1時間とか日産は寝ていますそう日産寝た方がいいですよちゃんとね。数字やってやりますか。今からですか今変な盛り上がりしたらなんか、ね、気持ち悪いね深夜3時だよみたいなねお疲れモードな。いや全然大丈夫なんですけど結構ね運転してあそこまで行って往復するのもね疲れますよね。うんなんか都心の運転って疲れそうじゃないですか。疲れるねちょっとね。車多いし疲れ方が違うよね。車線も多いし、うん、でも逆にさ東名高速とか常磐道とかで、うん、ずっともう常磐道なんかいつも帰るときそうだったんだけど、うん、まずで電気がないのよ。あー暗いんですか。街灯がまず道路になくて、うん、それで対向車も来ないし、怖い。もうそっちへ行く車もないのよそれだから真っ暗な中を怖い、ね、それ高速でひたすらずーっとこう行ってる感じってちょっと怖いよ。うーんなんかそれは怖いわ。しばらくするとあれもしかして今この世に俺だけそこまでみたいな気持ちになるぐらい今も161名が見てくる。あ本当ですか。ごめんなさい。へのへのさんの夜行性より女子高生にちょっと笑っちゃった
何時でもね、へのへのさんはへのへのさんらしくて、ね、いいよ、へのへのさんはね、これぐらいの時間帯にやばいよ。え、なんで？このぐらいの時間は危険。危険、うん、あのなんかこう、あのちょっと朦朧としてきた時間とかにハマるともう抜けられないよ、うん、あ、まさに、まあ、なんかそんな感じで、俺もさっきからもう見てないからね。見て見てないんだ。なんか黄色っぽい人が喋ってるツイート見ないから、ね、なんでひどい。アイコンがちょっと黄色っぽいともう読まない。だってへのへのさんしかいないじゃない。あ、黄色いっていう、おバカでしょ。今夜は当てたいとか言ってさんとか。でこういうことやってるんですよ、松山龍太。乗っかる人が出てくるんだよね。しかも何の、サムソンさん、ありがとうございました。ありがとうございました、サムソンさん、ありがとうございました。今週も昨日の続きかな。ね、はよ寝なっせーと言ってみる、言ってみまする。今日は3入ってますかって、数字出してないから。あ、マイカさんもまだ見てくださってるんですね。ありがとうございます。深夜の東北自動車道も暗闇に吸い込まれる感じで怖いです。夜は怖い。見てよってで、へのへのゴンベの顔が言ってるよ、見てよって。へのへのゴンベじゃ、へのへのもへぜなの。分かんなくなっちゃった。え、四文字熟女ですか。四文字熟女。九州道福岡インターチェンジ付近に下りすると、うん、高速の下、え、下から飛行機が離陸してくるという面白い光景が見れます。高速の下から来るのってすごいね。あ、相模原6丁目あたりも新聞配達の音が聞こえてきた。そうだね、結構羽田もさ、うん、あの羽田のあたりずっと首都高走ってるとさ、途中トンネルみたいなの、羽田のところの、はい、トンネルっていうか上が高くこうなってる、うん、ここを飛行機が通ってったりするよね。近いところ見たことある、ね、それこそ飛行機のお腹が見えるような、そう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 、あれちょっとビビるよね、うん、一瞬ね、テンション上がりますね。上がるよね。え、何に反応したの？そういうの何回か俺あの通ったんだけど、うん、で俺も最初見た時におおと思ったのね、うん、だけどあんまりみんな、あ、本当だぐらいであんまり大きな反応しないよね、うん、だ唯一あのテンション上がったのが、うちのあの血遅れの息子が一回見た時に、うわーすごいすごいねって言って、なるよすごい盛り上がってて、うん、おおタック盛り上がるね。思い出したんだの、思い出したの、その絵を思い出してテンション上がるでしょ、だって飛行機お腹を見れたらね。結構でかいんだよね、だからね、結構近い、あのもう本当距離的に飛行機の真下を車で通る感じだから、うん、でかさでびっくりするわね。そうそう、トンネルが壊れないかちょっと心配になる。あ、あ、そっか、毎日見ているとうるさいだけです。あとでもあれもそうね、あの迫力もすごいね、あの海ホタル、ああ今海ホタテって言おうとしたの。海ホタル、ちょっともうなんでピンポイントで攻めてくるんですか。海ホタテ美味しそうだよね。ホタテ食べたい、ホタテが食べたいな。ホタテ美味しいですよね。美味しいですよね。私もホタテすごく好きで。あ、そうだよね、寿司屋さん行くと、お寿司必ず俺もカオリンもホタテ。あのカオリンは割とほら、俺があのお寿司屋さん行って頼んでると、うん、あの割とその一緒に重ならないじゃん、
割と炙り物が好きで、俺は割と生物のほらサーモンとかそういうのが好きだけど、あとホタテって言った時だけ、あ、私もって必ず言うよな。ホタテはやっぱ外せないからさ、ね、ホタテの時は絶対乗っかってくるよな、うん、焼き、あ、もう一つ絶対言ってくるもんね。焼肉でもやっぱホタテ焼きは欲しいしみたいな。はいはいはい、ホタテ好きなんです本当ね、うん、ホタテなんですよ。ホタテバターね、美味しいよね。美味しいよね。うちの孫も自衛隊機が毎日同じ時間と、ね、ああそういうのはうるさい ね、 うちのだけどあのなんだよね、あのこの間調べたらうち、まあ、賃貸のマンションだからあの今のところ何もしてないけど防音工事ができるのよね。うるさいですか？結構気になります。俺昔からずっといるからね。あーでもうちもそうかも。うちもやっぱ最近はそうでもなかったけど、子供の頃とか結構、うん、特に夏なんか窓開けてると、そうよね、もうテレビの音が聞こえないくらいガーって飛行機飛んでる、テレビの音とかも絶対聞こえないよね、うん、音をしてたけど、なんかそれはそれで慣れてしまったというか、うん、なんかそれが普通になっちゃってたから、うん、そうなのよ。でもね、そういうのがやっぱ気になる人はそういう工事とかしてもらえるといいよね。そうそう、町田付近って厚木から横田の定期便があるからね。うーん、もう工事が出て、あの補助金が出てできるんですよ。うーん、今時報代わり、この時間で食べ物の話しちゃいかんね、本当に、ね、ダメ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 。あれ、寝るときは耳栓しています。本当ですか？耳栓、あ、タオル、何見せびらかしてるんですか？こっちで見ると、こっちで持ってくると気になるから他のは持ってこなかったね。あの大量に買った他の、あー、なんか本とかですか？あのね、40周年グッズが多くて、うん、あ、耳栓してるとよく眠れますか？音を遮ったら。目覚ましとかどうするんですか？起きるときは耳栓してたら目覚まし聞こえなそう。あ、ね、そうそう、それこそアセロラさんも書いてあるそうね、勝手に目が覚めます。なるほど、あ、自然に起きられるタイプなんです ね、 ね、それはいいことだ。ホタテ C さんが掘ったで募集って書いてある自分でそう、耳栓するとね、なんかあのかえって耳鳴り気になったりするのよね、耳鳴りでね。うーん、目覚まし時計使っていません、ここ20年、すごい。さあ、はい、あ、そろそろいい感じのお時間に、いい感じなので、今日週もかおりんの夜間飛行をかけて、はい、いつもありがとうございます、ね、お別れしたいと思います。その後に星を見つ流してみようかなと思いますよろしくどうぞ。さあ、それでは私は運転してないですよ、大丈夫です。爆音、爆音も出しておりませんホタテ食べたい、ほんとね、どうしようもう終わるんですね、はい星見えないから大きくしてね、西様。大き
きさは変えられないんだよねきっとね、うん、大きさはね変わんないの。何回か繰り返すことはできても繰り返したり、あと見る人はみんなね、あのフルスクリーンで画面もね見てくれてるみたいだから、そうすると見えるみたいですよ。この時間の夜間飛行も確かにね時報代わりな気もしますが、来週はそういうことで、ガリガリ君、はい、それからあの海のありなしをね、はい、中心にお送りしようと思いますので、考えてみてください、そして来週はやったあかんです、あのぜひたくさん送ってください。ちょっとあの先週今週とメール少なめな感じだったので、うん、来週からまたガンガンと100通以上ご紹介できるように頑張っていきますので投稿よろしくお願いします。アバミズムさんがおはようございます。おはようございます。寝落ちから復活大変だな。落ちるよね。奄美はもう梅雨明けもしてね。そっか。それこそ海の季節ですよね。ね。来週は200通で。老眼っていう人はいたけど違うからね。違うよね。まだ老眼じゃないよね。誰が言ってるの？分かんないけど。ああ、星が見えないっていう話で。うん。え、西さん木曜日もう現場に行かないんですか？サムライランドまだしばらくはいい、こっそりこうやって影から見てたりするの？来られる時には、うん、結構時々来たりするんですよ。マイホームタウンとか、あ、なんかすごい久しぶりに来たって言ってすごいびっくりしてましたよ。ミッドナイトギフトとかも時々こう時折、うん、そうするとなんかね現場のみんながねなんか引き締まるらしいですよ気持ちが今日お兄さんが来たって。あんまりゆるゆるになってもね恐れられているみたいに時折行くんです。だから木曜日もそうね、もうちょっと俺がいない方が多分慣れるだろうなとは思うんだけど心配なのよね木村君、うん、まあまあ大丈夫でしょう、うんね、まあ、あとはなんか何度もやってね慣れだよねきっとね、慣れだね、早く慣れてもらおう。さあ今週もたくさんの投稿ありがとうございました。よろしくお願いします。ということで最後はねまたガオリの野外飛行でお別れしましょう。はい、なんか周りずいぶんねあのうちのボックスでは松永もタムタムも具合悪かったりね、ちょっと風邪ひきそうですね。松永さんは熱が出たりとか、ね、今だいぶ良くなったみたいですけど、ね、してますので、タムタムも咳ごほごほしてたりして、ね、皆さん十分ご注意いただければと思います。僕はもう治りました、おかげさまで。ちなみに私も元気です。私は、ま、何をもらったりしていないです、みんなから。何をす、はい、もらわないように頑張ります。ね、頑張りましょう。皆さんも風邪などひきませんように、ね、お気をつけくださいませ、はい、ここまでのお相手は西健二と古谷香織でした。おやすみなさーい。また来週。